あのさ、い、俺は見ての通りさ、うん、低所得者やんか。もう見たまんまよ、ほんまに。ね。そんな中さ、うん、俺ももうコツ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 頑張ってさ、うん、この前ついに100万円貯めたんよ。うわ、あんた偉いコツコツしたね。偉いコツコツしたね。頑張ったな、お前。でもういっぱい頑張ったからさ、うん、ちょっとパーッと使ってまうかな思って。いや。お前気持ちのいい青年やね。やろ？おー、大したもんやな。ちょっと何に使おうかな思ってんのよ。100万。うん。100万ありゃもう何でもできるよ、お前。うん。何でも2回ずつできんじゃんか。2回ずつできるよ。おー。すげえな。ちょっとまあいろいろ考えてんけど、うん。まず家のトイレよな。は？あれをちょっと、ウォシュレットにしようかな。なんで便器やねん、お前、おい。ん？いらんのんじゃ、便器なんか、お前。やっぱりさ、自分のお尻のこと考えた時に。考えんな、ケツのことなんか。怪我してからで遅いんや。怪我なんかしゃんのんじゃ、便所で。便器なんかいらんやろ、お前。あ、そう？おう。いや、でも心配せんでもあれやで。なんじゃい？俺、この100万円は、自分の力だけで貯めれたお金じゃないと思ってんのよ。どういうことよ？それはもちろんさ、お前にも応援されてさ、うん、貯めれた部分もあるし。うん、多分そうやな。俺やな。うん、で、もう今聞いてるな。応援してくれてる視聴者の人にも。関係ないな。関係ない。応援があるから、いや、関係ないな。っていうとこもあるから。俺の金ちゃうか、それ。俺の力で貯めた金ちゃうか？いや、お前にもだからちょっと還元せなな、思ってんの。うん。だからお前にもさ、うん、ちょっとウォシュレットおごってあげる。便器なんかいらんねや、お前、おい。いらんのんじゃ、便器なんか。やっぱお前のさ、お尻のこと考えて。考えんな、わしのケツなんか、お前。怪我してからで押す。怪我しゃんのんじゃ、便所で、お前。酒とにこぼれよ。いらんのんじゃ、便器なんか、お前。あ、そう？もったいない、押すな、お前。え？そんなせっかく貯めた100万、お前。うん、水流せないことすなよ。あれ？うまいこと言ってる？うん。うまいこと言ってる。お前な、え？そのミスしても、うん、誰も、あんたのケツは、拭いてくれまへんで。ああ、うまいこと言うとるね、これ。そうか。カップでヤクルト。なんでか、それ。あんた。あ、うまいもん言う時間じゃない。ちゃうねん、お前、おい。ちゃうねん。ちゃうねん。確かに、めちゃめちゃ美味しいけど。うん。ちゃいまんねん、あんた。ああ、もったいないことしなはんな、言うてんねん。せやで、お前。お前、大の男が100万円貯めたらもう買うもん決まったんねん、お前。え、決まってんの？そうよ、あんた。男が100万貯めたら、車を買うねん。あ、車な？そう。車確かに欲しい。じゃあろ、うん、男は車、女はタンス決まってんねん、昔から。タンスなんや。そうよ、お前。そうで、お前行くときいんねんから。あ、そうそうよ、あんた。確かに車は欲しいな。じゃあろ、でもやっぱな、オシュレットも欲しいよな。なんやねん、お前は。怪我が怖いな。怪我しゃんねん、どないしババしてんねん、お前。な、あれしようわ。なんでか。こうしよう。何がいいな。俺、とりあえずウォシュレット買うわ。買うんかい。で、それにタイヤつけて車みたいにするわ。何やそれ。明日。僕らちょっと金属バットと言いまして、ね。知ってはるんかな、みんなね。うん。どうも、バットナイスです。こんばんは。金属バットです。金属、ね、金属バットです。同じ絵面やね、あんた。ねえ。うん、ねえ。僕ら金属バット言いましてね、はい、大阪から来たんすわ。大阪からね。ね、僕ら二人とも大阪でね、うん、来まして、大阪言うたらね、うん、有名なもんがありまして。有名なもん、はい、大阪言うたら紅茶と貴婦人の街でして、ね、ちょっとね、何嘘ついたあかんわ。何がやねんお前。自己紹介で何がやねんな。大阪が紅茶と貴婦人、うん、ちゃうよ。何ハープとティアラの街。そうなんです。すいませんね。大阪ハープとティアラの街ですね。そっから来ましてね。ね、で、ガス溶接得意な方が小林で、アーク溶接得意な方が友安ですね。見たわかる思いますけど。見たわかりますかね。わかりますかね。わかるでしょ。わかったかな。大丈夫でしょ。わかってるね。大丈夫大丈夫。ね、まあ僕らそんなね、うん、漫才師なんですよ。そうなんですよ。うん、僕ら This is 漫才師です。This is 漫才師。うん、お、いいね。うん。ザットイズ漫才師。ザットイズ。うん。違うんちゃうか。フーイズ漫才師。フーイズ、うん、なんか横文字が似合えへんのちゃうか、うん、これぞ漫才師。なんかな、漫才師のご両人。ご両人です僕ら、漫才師のご両人ですわ。ご両人でやらせてもらってて、こんばんは。漫才師ってね、うん、もう立ち仕事やんか。ざっくり言うとね、うん、めちゃめちゃざっくり言うたせやね。もう立ち仕事のさ、うん、接客業やん。むちゃめちゃざっくり言うたらな、うんうん、省き倒したらそうやな。つい仕事やん。めちゃめちゃ楽やで。え？めっちゃ楽よ。いやもうだってずっと立ってるからさ。こんな楽な仕事ないでお前。ある？え？見た俺の仕事量今日の。何何？歩いてきただけやでそこ。あ、そこ。信じられん距離で。こんな短い距離。この距離だけ。ちょろきゅうであんな距離。めちゃめちゃちょろい距離歩いてきたのに。しんどい、しんどいよ。しんどいかお前。いや俺それに比べてさ、はあ、コント師どもはさ、おい、あいつらさ、おいおい、すぐなんか椅子持ってきて座るやろ。休むようちゃうねんあれ。舐めとんだあれ。おい。むちゃくちゃやん。どうしたお前。おい、しかもコントってさ、最悪コント睡眠って言ったら寝れねえ。受けへんけどな。一つも受けへんけどさ。ありえへんやん。どうしてお前。おい、ずっと楽しとんねん。おい、楽から生まれる笑いなんかないの。どう尖ってんのお前。おい、なんやねんあれ。
お前、コント師ってめちゃめちゃ大変やで。大変か？めっちゃ大変よ。そう？あれコント師ってお前飛んだり跳ねたりラジバンだりいろいろせなあかんねんで、お前。そう、そうなん。めっちゃ大変やで。いろいろせなあかんの。そうよ。まあまあ、じゃあコント師はさ、百歩譲って許すねんけど。偉そうやの。問題はよ、あの落語家どもよ。おいおいお前、おいおい、あかんやろあれ。おい、あ、出てきてさ、 お客さんの前でさ、 お金払ってんねんで。なんかいきなり座ってさ、おいおい、大昔に誰かがやったネタやるやろ。おいお前、おい、あれ、おい、舐めすぎやろあれ。ちょっと、え、小林、何、ちょっとお前、どうしたお前。どうした、こっちのセリフやで。お前はどうした、え、落語家は、舐めとんの。舐めとんの。舐めとんの。ってやっぱ3桁年前のネタしとるからな。何百年やってんねん。どんだけこすんねんお前。もう丸なってるよお前。そうや、丸やで。玉やろあんなもん。玉見せてるだけやろ。玉見せるだけあんなもん。なあ、で、なんや、ネタの途中熱なったか知らんけどさ、ジャンバー脱ぐやろあいつら。あ、お前落語家のアウターのことジャンバー、アウターって言ってんのお前。ちゃうよなあ、あれ暑いんやったら来てくれよな、あんな視野で。ほんまに暑いからすぐあれやろ、なんや、うちわで会うやろ。会うよね、あれむちゃむちゃしょんで、あいつらは。いやでもさ、俺はもうこうやってさ、ずっと漫才続けてたらさ、もう足腰弱すと思うよ。大丈夫やって。いやもう立ってられんくなると思うねん。いけるってお前。いや今はまだ若いからいけんねん。30代やけどな俺ら、もっと年取ってさ50、60になってきたらさ、もう立ってられへんよ。大丈夫やってお前。え、知ってるかお前。何、糸恋先生。糸恋先生、糸し恋し先生、あの人らもう死ぬ間際までネタしてあってんで。あ、そうそうよ。最後なんかお前楽屋何、2丁のピストル入ってきたん思って腰曲がりすぎて、こんなんだよ。2丁拳銃入ってきたもん。入ってきた。マイクの前行ったらバチンってなる。バチンなのか。めちゃめちゃかっこいい。すごいな。めちゃめちゃかっこいいあの人だ。そうよ。いやでもさ、もう今のうちにさ、もう楽な落語家に転身しといた方がいいと思うよ。いやお前な、そういや落語ってな、楽じゃないね。楽じゃないのあれ。あ、知ってるかお前、そば食わんといかんねや。いや、そばぐらい食うたらええやん。できんのかお前。誰でもできる。やってみよう。ほら、ほら、おい、簡単やん。こんな見てみよお前。マックシェイク飲んでる音やんけそれ。おい、マックシェイクの音やそれ。マックシェイクの音してるこれ。江戸にマックシェイクがあるかいってバーン殴られんのお前。マジで一番痛いとこ殴られる。一番痛い。正中線、正中線どん突きお前。バチッいかれるお前。それは嫌やな。せやで。そうか。でもあれよ、え、正座しちゃんといかんねん。いや、あれ正座してんのあれ。何や思えてお前。掘りごたつじゃないの。えぐれてないねんか。あ、そうな。師匠足ブラブラしてるの見たことあるお前。あ、ずっと楽してんや思ってた。めっちゃ座らなあかんのよ。正座してはんのか。でお前師匠の要求バチッと答えなあかんで。要求答えなあかん。うん、俺師匠と歩いてて、おい、おい、ハゲノスケ、ハゲノスケお前、おい、ハゲノスケっていうのは俺でええんやな。お前、あ、そうやな。これや。え、これなんすか。これや。あ、プリクラですか。小顔ピースちゃうのお前。おい、こんなおもろい師匠おらんねお前。え、ハゲノスケあと5秒や、早く小顔ピースせなっておらんの。おいじゃない、一生ついてくわそんな師匠。違うの。せやで。何、タバコ。タバコや。タバコ、タバコやん。あとあるよ、街歩いてても、ん、おい、ハゲノスケお前、え、軍閥の樽やないけおい。軍閥の樽、お前ごっくんボディや。おい、下品な言葉。おいおい、言葉を仕事にしてる人とは思われへん。おい、ハゲノスケ早く、早く。なんすか。タマスダレや。タマスダレ、何にすんすか。タマナンパやんけお前。タマスダレってナンパすんすか。ナンパ道具やろあれ。ナンパ道具、どうやってすんの。女の好きなもん作んねやろあれ。ああ、そうか、あれでタピオカとか作ったやん。いやー、エグザイルとか作ったら一撃やろ。一撃釣れんのか。バカもんやでお前。え、バカもん。バカもバーンやで。まあ、正中線、あ、五段突きをドン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 。正中線死んでまうぞ。それは嫌やな。大変よ落語家って。落語家きついんか。3桁年前のネタで受けなあかんからな、そもそも。そうか、昔のネタで受けなあかんの。無理やろ俺ら。めちゃめちゃすごいんやから。それはきついな。せやで。じゃあまあ漫才師でいいんかな。漫才師やっぱり。でも俺な、どうしても座りたいんよ。なんやねお前。もう楽したって。なんじゃこいつは。じゃあもうあれでよか。なんでか。座り漫才日本一決定戦の。ほう。ザ漫才出ましょうか。お後よろしいんちゃいまっかの。ありがとうございます。あー、小林と小林で金属バットですわ。ね、あ、ごめんなさい。一つちょっと言っとかないといけないことがありまして。あれ、何？はい。私、はい、小林さんじゃないんです。あれ？あれ、勝利になった、はい、お前。読み。あ、そういうことじゃなくて。何？え、お、面白いこと言いますね。もう一回言って。え？もう一回それ言って。面白いこと言いますね。まあな。じゃなくて、何何、小林さんじゃないんです、私。はい。小林じゃない。何言ってんの、お前。この前ですね、ああ、小林さんと神社でこうね、うん、こう、バランってぶつかっちゃって、うん、で、階段を、こう、コロコロコロってこう、転がり落ちちゃって、
で入れ替わっちゃったんですね。だから私小林さんじゃないんです。え、わかります？いや、え、小林ちゃんだって。いや違うんですよ、この前ね、神社で聞いた、聞いたよ、聞いてんの、バーンってなって、聞いてる、コロコロってこう入れ替わっちゃったって、うん、魂がって言った方がいい。いや何でもええよ、一緒やって。小林やん、お前何言ってんのよ。いや違うんですよ、それが小林やないか。いや本当に違うんです。お前あれやろ、好きな食べ物麻婆豆腐やろ。いや違いますね。え、揚げたこ焼きです。え、はい、小林ないかもしれんな。違うでしょ。あ、違うんですよ本当に。え、好きな漫画何？好きな漫画、私ワンピースが好き。あ、違うな、はい、ストッパーブスじまいもんなお前。あれ？だから違うんです。ええよな。本当に違うんです。お前の好きな製図道具何？製図道具って何ですか？え、雲型定規やろお前。どうしたお前？あれ？え？え？どういうことですか？キャドあるある一個言って。キャドあるある。キャドあるある。あ、手書きの方が楽だなと思ったんですけど、うん、縮尺を自由に変えれる点がやっぱりキャドの方がいいなって思いました。違うな。小林のキャドあるあるはやりがいがあるやもんな。違うな。あれ？いや違います。小林さんじゃないんですよ。本当に本当なんです。誰じゃあんた。はじめまして、うん。ミスチルのベースです。誰やねんお前。おい。誰じゃ。でミスチルのベースキャドできんのかい。ミスチル、え、知ってるでしょ。ミスチル、ミスチルはスターチルドレン、うん、のベース、ベースほらおったん。ベースいやいますよ。あれ桜井ピンちゃうの。あれ桜井がピンで頑張ってるのはジ・アルフィーやないかい。言うとりますけども。何それ何それ。私なりにちょっとお笑いってこういうのかなと思いまして。あんまこの芸風で言うのちゃうけど、はい、お笑いなめんなよお前。いや、こういうのじゃないんですか。なめんなお笑い。違うんですか。なんだお前。え、ミスチルのベースなんです。ベースと入れ替わっちゃって、小林さんと。だるいな、はい、ダメですか。なそのミスチルのベースのやつ見っけて、はいはい、今のお前をひっくり返したらまた元戻んの。あ、そんな簡単な話じゃないんですよ。もう何がいいな。その僕が入れ替わった方の体も、はあ、もう別の誰かと入れ替わっちゃって。何やねん。そうなんですよ。誰と入れ替わってんの。まあでも言ってもわからないような人なんですけど。お前もやで、うん、スピッツのベースと入れ替わって。誰やねんってお前。誰や。誰やねんでしょ。お前もやねん。それは地味なんですよ。お前もやって。誰やねんおい。ミスチル、ミスチル。一緒じゃ格上、格上。一緒やねん、一緒やねん。どっちも愛されてるけど。何ですか。誰やねん。おったんかいな。それもおる。そりゃいるでしょうよ。おった、知らんかった。ピンや思った。あれも入れ替わっちゃってるんですよ。だからそいつ見っけてきて、はい、その3人でゴロゴロってひっくり返したらまた戻んの。いや、そんな簡単な話じゃないんですよ。もう何が起きてんねん今。そいつもまた別のベースと入れ替わっちゃって。なんでベースばっかりねおい。みんなで神社でこうなんなベースってみんな悩んでんの。悩んでるでしょ。それはそうな。地味なんですから。お前も直せやな。ああ、どこのベースと入れ替わった今度は。TOKIO のベースと入れ替わった。もうらんねんお前。おい、 TOKIO にベースはもうらんねや。いないんですか。今へんねや TOKIO に。え、なんで。え、バンドでしょ。バンドだったらベースはいるんじゃない。まあちょっと、いないんですか。なんでいないんですか。なんかあんねん。ちょっとまあ、え、なんでいないんですか。じゃあまあ、え、まあまあな。なんでいないんですか。まあまあ、なんですか。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 ダブルなんですか。ほんまに。まあちょっと刑務所入ったんね。刑務所入った。え、刑務所入った。刑務所入った。刑務所入った。刑務所入ってるんですか。異例の即日死刑やったかな。え、死刑なんですか。異例の確か即日死刑やったと思う。死刑なんですか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 。ダブル死刑なんですか。ほんまに何ですか。何ですかこれは。本当にそうか。じゃあもうなっちゃったんですよ。あかんな。ダメですか。うん、刑務所おったらちょっともうお前とやるしかないな。あ、一緒にやりましょう。だからできんのお前お笑いなんか。いや、お笑いできますよ。さっき見たでしょ。不安しかないよお前。僕いろいろ見てきて勉強してきたんで。あ、お笑い勉強してんの。はい、あんまかいな。やりましょう。じゃから一緒に。じゃから、じゃからな。いきなり広島弁。うん、一緒にやりましょう。やってみようか。はい、やりましょう。はいはい。どうも金属バットです。お願いします。僕ね、はい、芸人なんですけど、はい、こう見えまして、はい、合コンに行ったことがなくて。あ、珍しいね、はい、芸人やのに合コン行ったことない。ほら、せっかくやからここでやらせてもらおうか、はい、あ、やらせてもらえますか。上手やね、行こう、はい、行きましょうか。じゃあ、まずは乾杯しようか、うん、はい、ビールでいい。ビール、ビールの人。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,159,160,161,162,163,164,165,156,167,168,159,160,161,162,163,164,155,156,167,168,159,160,161,162,
え、どっちパクってんねんお前。東京ホテルはタケルをパクんよお前。なんでショウゴパクんねんお前。あれ僕ショウゴさんばっかり見てます。ショウゴなんかパク、タケルはパクんねん。東京ホテイソンで受けようと思ったらタケルをパクるんやお前。あ、そうなんですか。画面の半分画用紙で隠してショウゴさんだけずっと。なんでそんなことすんねんお前。なんでそんなことすんねんや。じゃあたまにこう手が出てくる。出てくるからな。違うねや。違うんですか。東京ホテイソンパクるんやったらタケルをパクるなあかんねん。そうよ。ちなみにあの合コンでのこのビールを数えるやつの 1,2,3,4,5,6 のタケルさんのツッコミは、いや町コンの規模完璧やろでした。あ、完璧やねやっぱりですか。そっちをパクんねん。そっちをパクるんだ。あ、やっちゃいます。俺そのツッコミできへんねん。あ、できない。俺苦手。それできへんから。あ、そうですか。ちょっときついわ。そうですか。俺あんなツッコミ要せへんで。そうなんです、ね、あれむずいからわかりましたね。僕別のもいっぱい見てきたんで。他は勉強してんの。はい、見ました見ました。あ、何見てんの他。サル岩石さんと。サル岩石変なの。ドロンズさんと。ドロンズさん。あとチューヤンさん。いや、テレビに狂わされた芸人。おいできてましたよね。あきまへん、今できてます、ね、あきまへんで大阪ホテイソン、あきまへん大阪ホテイソン、あきまへん、あきまへんできてましたよ、ね、後輩のパクってニコニコすんなあかんわ。あ、そうですか。もうあかん、ちょっとお前やってられます。ちょ揺らしたらダメですよ。あ、もうあんた何がい揺らすから。え、入れ替わっちゃいました今。何も入れ替わってへんから、お前なんやねんな。あなたの金玉と私の金玉がこう、おい、やめろよお前。おい、入れ替わっ、おい、金玉返せよお前。おい、揺らすから、揺らすから、もうあなたの金玉全部こっち来ました。おい、セロ玉なってんけお前。おい、もう玉がこんなに溜まったらたまらんですな。言うとりますけども。たまりまへんでな、ほんまに。お前マジで玉返せよこれ。金属バットです。お願いします。どうも。どうも。金属バットです。どうも。どうも。どうも。いやー、小林と小林で金属バットですわ。ね。あ、ごめんなさい。一つちょっと言っとかないといけないことがありまして。あれ、何？はい。私。はい。小林さんじゃないんです。あれ？あれ、勝利やった、はい、お前。読み。あ、あの、そういうことじゃなくて。何？え、お、面白いこと言いますね。もう一回言って。え、もう一回それ言って。面白いこと言いますね。まあな。じゃなくて、もう何何、あの、小林さんじゃないんです、私。はい。小林じゃない、何言ってんのお前。この前ですね、ああ小林さんとあの神社でこうね、うん、こうバランってぶつかっちゃって、うん、で、階段をこうコロコロコローってこう転がり落ちちゃって、で入れ替わっちゃったんですね。だから私、あの、小林さんじゃないんです。え、わかります？いや、え、小林じゃんだって。いや、違うんですよ。あの、この前ね、あの神社で聞いたよ、聞いたよ、聞いてんの。バーンってなって、聞いてる、聞いてる、コロコロコロってなって入れ替わっちゃったって、うん、魂がって言った方がいいんですか。いや、なんでもええよ、一緒やって。小林やん、お前何言ってんのよ。いや、違うんですよ、それが。小林やないか、いや、本当に違うんです。お前、あれやろ、好きな食べ物、麻婆豆腐やろ。いや、違いますね。え、揚げたこ焼きです。え、はい、小林じゃないかもしれない。違うでしょ。違うんですよ、本当に。え、好きな漫画何。好きな漫画、私ワンピースが好き。あ、違うな、はい、ストッパーブスじまいもんなお前。あれ、だから違うんです。ええよな、本当に違うんです。お前の好きな製図道具何。製図道具って何ですか。え、雲型定規やろお前。どうしたお前。あれ、ええ、どういうことですか。キャドあるある1個言って。キャドあるある、キャドあるある、あ、手書きの方が楽だなと思ったんですけど、うん、あの、縮尺を自由に変えれる点がやっぱりキャドの方がいいなって思いました。違うな、小林のキャドあるあるはやりがいがあるやもんな。違うな。あれ、いや、違います。小林さんじゃないんですよ、本当に。本当なんです。誰じゃあんた。はじめまして、うん、ミスチルのベースです。誰やねんお前。おい、誰じゃ。え、で、ミッシュのベースにキャドできんのかい。ミスチル、え、知ってるでしょ、ミスチル。ミスチルは知ってる。スターチルドレン、うん、そのベース、ベース、ほら、おったん、ベース。いや、いますよ。あれ、桜井ピンちゃうの、あれ。桜井がピンで頑張ってるのはジ・アルフィーやないかい、言うとりますけども。何それ何それ。あの、私なりにちょっとお笑いってこういうのかなと思いまして。あんまこの芸風で言うのちゃうけど、はいはい、お笑いなめんなよお前。いや、こういうのじゃないんですか。なめんなお笑い。違うんですか。なんなお前。え、ミスチルのベースなんです。ベースと入れ替わっちゃって、小林さんと。ダメな、ダメですか。なそのミスチルのベースのやつ見っけて、はい、今のお前をひっくり返したらまた元戻んの。
あ、そんな簡単な話じゃないんですよ、もう。何がいいな。その僕が入れ替わった方の体も、はあ、もう別の誰かと入れ替わっちゃって。何やねん。そうなんですよ。誰と入れ替わってんの。まあでも言ってもわからないような人なんですけど。お前もやで、うん、あのスピッツのベースと入れ替わって。誰やねんって、おい。誰や、誰やねんでしょ。お前もやねん、それは地味なんですよ。お前もやって、誰やねん、おい。ミスチル、ミスチル。一緒じゃ、一緒じゃ、一緒じゃ。格上、格上。一緒やねん、一緒やねん。どっちも愛されてるけど。何です、誰やねん。おったんかいな、それも。おる、そらいるでしょ。おった、知らんかった、ピンや思った、あれも。入れ替わっちゃってるんですよ。そいつ見っけてきて、はい、その3人でゴロゴロってひっくり返したらまた戻んの。いや、そんな簡単な話じゃないんですよ、もう。何が起きてんねん、今。そいつもまた別のベースと入れ替わっちゃって。なんでベースばっかやねん、おい。みんなで神社でここ、これ。なんなの？ベースってみんな悩んでんの？悩んでるでしょ、それは。そうな。地味なんですから。お前も直せやな。うん。どこのベースと入れ替わった、今度は。あの、TOKIO のベースと入れ替わった。もうおらんねん、お前、おい。TOKIO にベースはもうおらんねや。いないんですか？今へんねや、TOKIO に。え、なんで、え、バンドでしょ？バンドだったらベースがいるんじゃない？まあ、ちょっと。まあ、え、な、え、いないんですか？なんでいないですか？なんかあんねん。ちょっとまあ。え、なんでいないんですか？じゃあまあ。え？まあまあな。なんでいないんですか？まあまあ。なんですか？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 ダブルなんですか？ほんまに。今ちょっと刑務所入ったんね。刑務所入った。え？刑務所入った。刑務所入った。刑務所入った。刑務所入ってるんですか？異例の即日死刑やったかな。え？死刑なんですか？異例の確か即日死刑やったと思う。死刑なんですか？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 ダブル死刑なんですか？ほんまに何ですか、何ですかこれは本当に。え、そうか、じゃもうかっちゃったんですよ。あかんな。だ、え、ダメですか。うん、刑務所おったらちょっともうお前とやるしかないな。あ、一緒にやりましょう。だからできんの、お前お笑いなんか。いや、お笑いできますよ。さっき見たでしょ。不安しかないよ、お前。僕いろいろ見てきて勉強してきたんで。あ、お笑い勉強してんの。はい、あんまかいな。やりましょう、じゃから。一緒に、じゃから。じゃからな。いきなり広島弁。うん、一緒にやりましょう。やってみようか。はい、やりましょう。はいはい。どうも、金属バッテリーです。お願いします。僕ね、はい、芸人なんですけど、はい、こう見えまして、はい、合コンに行ったことがなくて。あ、珍しいね。はい、芸人やのに合コン行ったことない。ほら、せっかくやから、ここでやらせてもらおうか。はい、あ、やらせてもらえますか。上手やね、行こう。はい、行きましょうか、じゃあ。まずは乾杯しようか。うん、はい、ビールでいい？ビール。ビールの人？1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,え、ちょっと多いな。え、な、な、誰見て勉強したお前。あの、東京ホテイソンのショウゴさんを見て勉強した。タケル見ろや、お前、おい。え、どっちパクってんねん、お前。東京ホテイソンはタケルをパクるんや、お前。なんでショウゴパクんねん、お前。あれ、僕ショウゴさんばっかり見てます。ショウゴなんかパク、タケルはパクんねん。東京ホテイソンで受けよう思ったらタケルをパクるんや、お前。あ、そうなんですか。画面の半分画用紙で隠してショウゴさんだけずっと。なんでそんなことすんねん、お前。なんでそんなことすんねや。じゃあたまにこう手が出てくる。出てくるからな。違うねや。違うんですか。東京ホテイソンパクるんやったらタケルをパクるんやかんねや。そうよ。ちなみにあの合コンでのこのビールを数えるやつの 1,2,3,4,5,6 のタケルさんのツッコミは、いや、マチコンの規模。完璧やろ。でした。あ、完璧やね、やっぱり。ですか。こっちをパクんねん。こっちをパクるんだ。あ、やっちゃいんね。俺そのツッコミできへんねん。あ、できない。俺苦手、それできへんから。そうですか。ちょっときついわ。そうです。俺あんなツッコミ要せへんねん。そうなんです。あれむずいから。わかりましたよね。僕別のもいっぱい見てきたんで。他勉強してんの。見ました、見ました。あ、何見てんの他。サル岩石さんと。サル岩石変なの。ドロンズさんと。ドロンズさん。あとチューヤンさん。いや、テレビに狂わされた芸人。おい。できてましたよね。あきまへん、あきまへん、あきまへんで。大阪ホテイソン、あきまへん。大阪ホテイソン、あきまへん、あきまへん。できてましたよ。後輩のパクってニコニコすんな。あかんわ。あ、そうです。もうあかん、ちょっとお前やったらいいわ。ちょっと揺らしたらダメですよ。あ、もうあんた。何がい。揺らすから。え、入れ替わっちゃいました今。何も入れ替わってへんがな、お前。なんやねんな。あなたの金玉と私の金玉がこう。おい、やめろよ、お前。おい、おい、金玉返せよ、お前。おい、揺らすから、揺らすから。もうあなたの金玉全部こっち来ました。おい、セロ玉なってんけ、お前。おい、もう玉がこんなに溜まったら溜まらんですな。言うとりますけども。たまりまへんでな、ほんまに。お前マジで玉返せよ、これ。金属バットです。お願いします。お願いします。ね、さ、うん、この前さ、うん、自分の人形を作ってん。え、等身大のやつ。え、でそれをラジコンにして走らして遊んでたんよ。え、
ほんなら俺のラジコン途中で操作効かんくなってさ、え、走ってどっか行ってもうたんよ。は、最近街で俺見てない？ちょっと何言うてんのお前、な、自分の等身大のラジコン作ったん？うん、何それ、何でそんなん作ったん？俺ラジコン作るの好きやねん。あ、そうなん。うん、でスピード追求してたらさ、はあ、俺の形がベストやつ。絶対ちゃうでお前。ほんまにどうやないかお前みたいな。もう見てない、街で俺みたいなやつ。お前みたいなやつ探してんねんけど。見たわ。見た。うん、なんかね、うん、パン屋の壁にバン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 ぶつかってるお前見てるけど、あれお前のラジコンちゃうんけ？パン屋さんの壁、はあ、それは俺やな。ガチもんだお前。本人やわ。何してたお前。なんかやたらいい匂いする施設あるな思ってさ。施設って言ってんのパン屋のこと。匂い嗅いでただけなんやけど。中入って食ったやのにきしょいなお前。見てない街で。俺あれやねん、俺のラジコンあれやねん。何？漆塗りやねん。漆塗り真っ黒のやつやった。見たわ。見た見た。漆塗りのお前やったら見たわ。見た。うん。どこで？ネットオークション出たわ。売られてんの？え、仏壇仏コーナー出たよ。仏になってんの？仏になってないけどね。てかお前普段仏壇仏具のページ見てんねん。見てるな。あのページな、金ピカの方めっちゃ安いからめっちゃおもろいの。あ、そう。嘘ないわ、まあ、おい、振り返さんとあんた。あ、そう、うん、もうええよ。なんでやねん。仏になってんやろ。ほんならもうええわ。なんでや。仏だけに、ほっとけ、言うて。うえぇ。ホットケーキ。うらっしゃ。どうも、金属ね、どうも。あ、これお前食ったやつや。インドのやつでしょ。ほんまにきついやつや。グラムじゃん、ああ、ほんまや。インドのやつやろ、これ。それインド料理屋で食うた。食うたやな、お前。言うてたやな。とんでもなくトラウマだった。とんでもない、これ。こんな量あんの。いや、一個でいい。朝ごはん。いや、えぐいんやろ。これ、えぐいよ。1キロもあんのこれ。おー、うわー、これやこれやこれや。これですか。これですわ。これ何なの一体。これ何なんやろな。何でできてんのこれ。一体何なんですかあなたは。なんか練乳的な味がした記憶はあんねん。甘いねや。もうほんまに甘い。口つぶれるぐらい甘いやろこれ。うん、その何が嫌やねんって思われがちやけど、うん、食うたわかる。食うたわかる。ほんまにきつい。ちょっとなんかお皿からかもらえます、うん、ね。でも2024年流行るって言われてるんですよ。誰が言ってるんですか。どっか見ました。誰なその毎回予知するやつ。服とかもさ、ほらじわじわブームの兆しって感じ。兆しはもうだ、青堀みたいなことでしょ。パチンコやったらけえへんやん。当たりの兆しが汚いやろ。これは流行んの。これってか何のために作ってんのか分からない。好きな人がおるってことか。インドのやつだろ。うん、だインドの人食わはるんやない。食うんかな。うん、そんな感じじゃなかった。そのインド人も何その当時行ったインド料理屋の。え、これ食うの。いや、そんな感じやったで。草屋の感じやった。うん、え、おおおおって感じ。おお、食べんねよ。チャレンジャー現れたみたいな。はい、言ってたそれ。え、言ってない。ニュアンスで、うん、そのリアクションの感じが。 ありがとうございます。はあ、なんかこっちは聞いたんや。なんか世界一甘いやつがあるって聞いたんですけど。あ、その噂聞いてたやんの、うん、お前食べに行ったんかそれを。そうそう、トリオーガンさんって人らの。うん、ちょっと行ってみましょうか。何これ。何こいつは何なの一体。何か分からへんねんな。何なんですかあなたは。うわー、あー、何でしょう。サーダーアンダギーみたいなことね。はははは。ちょっとじゃあ作ってみましょうか。ん、もう致死量やぞそれ。うん、うん、いや、そんなにやで、お前。あ、ほんまや。え、なに。あ、そんな甘ない。なんか普通の、なんでしょう、うん、シナモン系の、うん、うん、え、こんなもんじゃなかったよ。え、もっと甘かった、お前は、うん、これじゃないんやな、缶詰じゃなかったんや。作ってたんかな、それかな。全然こんなもんじゃない。なんか普通のね、うん、うん、あんまり美味しくないお菓子。うん、うん、美味しくはないな。なあ、全然美味しくはないな。あ、もう全然こんなんじゃないよ。あ、ほんま。もう食えるもんな。うん、うえーじゃないもんな。うえーやった、あれ。なんか体熱なってきたけど。なんでしょうね。でも一応この缶詰が一番ポピュラーなやつらしいです。あ、これなんさ、うん、この食いもんでは、うん、缶詰ないな、ほんで
いや、ちょっと重いな、これは。カルダモンの味か、これ。うんうん。なんだよな。辛いもん食べて食うとかなんかな。なんかな。美味しくないな。美味しくはないですね、これ。これ好きな人と仲良くなったら嫌やな。食べようかって言ってこれ開けられたらうっとしな。もうええってって言うな。この量どう保管すんの？なあこれ。何入る？クックパッドが食トレンド予測2024年で、はい、うん、今年注目のスイーツとして発表。なんでそんなノストラダムスみたいなやついてんすか？クックパッドに今年流行るかもっていうの。気差しあった流行らせるってことでしょ。私たちが頑張ります、うん、いらんってこれ。美味しないってこれは流行らんと。これ流行らん。うまないなこれ。これをどうすんのやろな。だって見た目的にもさ。いや見た目はまあまあいいんじゃない。こんな感じは使いようがあるんじゃない。だって G ポップやんこんな見た目。そうか。うん、ミスドの。濃いコーヒー欲しいな、うん、まあ、もしかしたらでも女子好きかも。あまり好きですか、桜井さん。好きではあります。これまずいっすよ、でも。ちょっと一回冷静な甘いとかではなく、うん、まずいっすよ。グラムジャム、ジャム俺らの舌は信用ならみたいからな。うん、ちょっと言ってください、こうまずいっすよ。あ、やっぱまずいって出るわ。これ、クックパッドね。要は見た目さえ良くなりゃ。どうですか。いけます。おー、いけんねや。ほんまかいな。いけますか。いや、何が入るかわからんもんな、確かに。うん、うん、韓国スイーツなんか一つもわからなかったもんな。うん、いけますってのは美味しいという意味ですか。いっぱいはいらない。あ、まあまあまあ、でもまだ好意的な、うん、そうやね。みんなグラムジャムを作るって言ってんな。うん、いいね、こんな作らんで。世界一甘いこし。いくらだと思います、これ。え、これ缶詰1キロっしょ。1800円。あー、輸入してるし。あー、1200円。なんで近いとこ。そんなもん。お前ちょっとずらせよ。そんなもんやろ。なんぼですか。750円。安いけどいらん。インドの業数に売ってるやつやん。じゃいらんな。アレンジはどないすんやろな。これこのままじゃもう無理やん。こいつは戦われへんな。うん、日本人の舌なめんなよ。アレンジ、うん、2時間水で洗うとか書いてない。アレンジして美味しい書いてます。あ、このグラブジャムのや、うんうんうん、同じやつや、うん、美味しい食べ方ありますね。グラムジャムの美味しい食べ方をご紹介しましょう。海外でインドに旅行した時などはもちろん現地で購入することもできますし、実はに最近日本でも簡単に手に入るようになっているグラムジャム。思わず手に入った時知っておくと。思わず手に入った時今や。思わず、あ、今か。俺らからスタ今や。今やな。知っておくと便利な美味しい食べ方を紹介します。温めて食べる。温めて食うてくれと。あ、電子レンジで軽く温めると甘さよりもカルダモンスパイスの香りが強調され、そのまま食べる食べ方よりも食べやすくなります。食べるってめっちゃ出てくるやん、この一行に。食べる食べ方よりも食べやすくて。必要以上に脳に強烈な甘さの刺激を感じることなく、コーヒーや紅茶でティータイムを楽しむようが生まれます。無糖ヨーグルトと一緒に楽しむ。あ、これやな、多分。なるほど。な、無糖ヨーグルトと一緒に食うたら。無糖ヨーグルト。ああ。電子レンジありますけどね。いや、やめときましょう。もう一かけらも入らないです。うん、やめていきましょう、これは。
無糖ヨーグルトですわ。確かにヨーグルトやったらいけそう。うん、うん、ヨーグルトさえありやな。ありや、残念。ありがとうございます。クソマズでしたね。ドバットです。お願いします。あのさ、はい、今日ちょっとええことを教えたら思ってさ。うわ、なに。あの、国金で金を借りて返さんでいい方法。合法。合法。あっつ、なにそれ。おい、なんやそれ。聞きたい。聞きたいな、すげえな。なにそれ。捕まれへんの。捕まれへん、捕まれへん。今んとこな。今んとこ、うん、ダッシュでパクったら噛まへんねや。大丈夫。あっつ、なにそれ。聞きたいな。あの、もう一個教えよう思ってることあんねんけど。なに。今日はどっちかだけ教えよう思って。時間の尺的に、うん、いや、国金でいけるな。もう一個何。もう一個、マナカナの見分け方なんやけど。そっちやな。そっち聞きたいわ。こっちでいい。もう国金いらんわ。国金いい。ああ、それ聞きたいわ。ほんまに。うん、マナカナの見分け方、じゃあ教えるわ。もう無理やろ、あんな。まあまあ無理や言われてたんや。ほう、うん、みんなもう学者たちはもうプラーンってサジ投げたんや。ちゃんと。うん、ほんまにサジ投げんの。ほんまにサジ投げてた。もうでも俺見っけてん。何。あのマナにはないんやけど、ほう、カナのこの辺に、ほう、ちっちゃい顕微鏡で見なわからんほくろついてんのよ。え、うん、顕微鏡で見なわからん。顕微鏡で見なわからんほくろがついてんの。肉眼じゃ無理な。肉眼じゃ無理やねん。意味ないやないか、こんなもん。いやでもあれやねん。ないやねん。中身が全然ちゃうんよ。喋りゃわかんねや。うん、喋ればわかる。ああ、教えてよ。マナは、はあ、料理が得意なんよ。いいね。うん、ああ、女な。料理できる女はええ女やから。ええ女やから。ああ。で、カナはさ、うん、料理せえへんのよ。クソやな。ああ、クソやわ。料理できんなクソや。うん。っていうのもあれなんよ。なんや。カナは、うん、料理みたいなもんは、うん、下僕がやるもんって。ほんまにクソやんけ、お前、おい。教育を受けて。ガチモンのクソやないけ。だから別にしょうがない。カナが悪いわけじゃない。ほう。でも、マナはさ、ほう、字が綺麗なんよ。字綺麗な女はね、心が綺麗、うん、決まったんね。うん。で、カナはさ、うん、文字が書かれへんの。モンモーな、あいつ。うん、21世紀やで。うん、モンモ。でも、いや、でもそれはカナが悪いわけじゃなくて。何がいいの。教育が悪い。どんな教育やねん、お前、さっきから、お前。え、二十歳超えねえんだよ、若手学べよ、お前。いや、もうしょうがないの。ほう。で、マナは趣味がさ、ほう、あの、油絵とか。あら。うん。で、フルートとかやねん。ああ、優雅やね、よろしゅう漫画な。うん。で、カナはさ、うん、ボート一本で。バクチなんけ、おい。ええ女が。ボート一本でやらせてもらってる。バクチ一本なんか、お前。クソやないけ。でさ、マナのさ、好きな男性のタイプがさ、細マッチョがいいです。いやー、キャラらしいの。うん、あ、でも優しかったらいいです。いやー、キャラいいしなー。キャラらしい。キャラいいしなー。で、カナの好きなタイプがさ、うん、もうちょっと人間では満足できんくてさ、え、馬一頭やん。中間なんけ、おい。大丈夫け、お前、おい。馬行ってんねん。太さで。太さで問題で。太さで行ってんねん、馬の。太さの問題、馬行っててんけど、最近はそれ、馬もやめて。何や。車のハマーのマフラー突っ込んでる。どうなってんねん、おい。おい。映画、カーズの AV やんけ、そんな、お前。カーズの世界の AV や、それは。カーズの世界の AV や。ああ、多分、カーズの世界の循環 AV や、それ。カーズの世界での循環 AV や。うん。それやわ。そうか。もうマナをさ、何やろな、四文字熟語で例えると、何やろな、日露戦争？え？うん、日露戦争ちゃうわ。何や？言うてもうてるわ。おい、おいおい、おい言うてもうてる。おばちゃん、おい。でマナを四文字熟語で例えると、うん、まあ何やろ、彩色兼備？映画な、うん。月下美人とか。月下美人とか。うい、うん。文武両道。文武両道。いいですね。よろしくお漫画な。で、カナを四文字熟語で例えると。聞いたよ。ここで日露戦争が来たね。バーン、日露戦争。日露戦争。おもろいで、2回目やからな、おもろいの。おい。いけいけ。日清戦争。出たよ、戦やで、おい。で、ベトナム戦争。来たね、4文字でもないね。いいね、おい。重心サンダーライブ。レースラ来ちゃったよ、おい。面白いじゃない。ハマーザジャック、それなんよ。ハマー行ってるからよ、それとかになってくんのよ。 なってくんのかいな。うん、うん、でもこんなカナにもいいとこは一個あんねん。あるんけ、お前。あんねん。ボロボロやないけ。あんのよ。何、もうマナに比べてちょっとだけ巨乳やねん。おぱいかよ、お前。うん、今さら父なんかどうでもええわ、お前。ただマナはそんなもんに負けへんぐらいのテクニックも。あ、もういいです。どうもありがとうございます。一眼レフ。あ、カメラマンじゃないよね。カメラマンでええのにな。なんか一個ずれるよな。ねえ、始まりました。どうも、はい、金属バットのボンバタでございます。はい、やった。ねえ、おめでとうございます。新宿のタバコの吸えるとこです。やった。やりました。引き続きありがとうございます。ねえ、いや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 、うるう年ですからね、今年はね。は、火つけたのかな、これ。
濡らしていいんちゃうけど。いけるんだよ、小林。いけるな。つくね。お線香みたいな。ノーマン体線香。おぉ。浴びとこ。かしくなるで。いやー思いつく限りの悪行ねえ、ありがとうございます。うるう年なんで、燃やして捨てる。3月6日は何の日ですか？3月6日はひな祭りの3月6日はひな祭り、3月7日もひな祭り。おばさまハッピーバースデーですね。ハッピーバースデーとでも申しましょうか。3月9日ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。もうええって、もうええって、もうこれもう毎年ええって。毎回買い直してんの。もうええってこれ毎年。何年やんねんこれ。これ去年もここでやらなかったか。同じやつなのか毎回買ってるのかが。去年もやった気すんぞ。ここここ見たぞ、これ見たって、見たって、ボールペンな、ペン先やろ、やったってこれ確か、ペン先やんっていうの、やったってもう見たって、ボールペンの先っぽアップにしたやつやん、これ、なあ、ペン先やね。モニターがついてる、パワーアップしてる。お前は、機能が上がってんねんな。このボケやってないよな、まだ。まあ面白くないから やらんでいい。面白くないからやらんではなんでやってないかって言ったら面白くないからや。理由があるね。何でも思いつくけどやってないってことは、うん、ええってこれ毎年思んないってこれ、ね、需要がないって TP。 これは今年で廃止します。なんでや今やめれんねんって今やめれる、まだ脱ぐだけやもん。何を毎年これ。小林さんの好きなものを作ろうと思います。好きなもの、ワルキューレルーン、バイクのね。マジかよ。いや踏み出したら、ね、作れる。何年かかんねんあれ。龍神ジャパン行かんの売ってないで。うん、俺オイル交換しかできないバイク。一番好きな甘いものは何ですか？一番好きな甘いもの、おぎりやで。まあ愛人ですかね。もう一個、ダメですか？もう一個、ダメですか？もう一個、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 もう一回 TV 振って。一番好きな甘いものは何ですか？甘いもの、まあ、妖精の右腕ですかね。もう一個いけるか、もう一個いこう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 、もう一個いける。一番好きな甘いものは何ですか？私の、うん、親指爪ですね。キャラなんなお前ずっと。私とかなんなん。どういうキャラで入ってるの。甘いもの博士やんけ。甘いもの博士やんけ。誕生日やからね。大好物、モンブランを作りました。あ、モンブランか。大好物やったんか。ケーキの中では1番かな。あ、ほんま。なんでそんなことよ。作りましょうよ。イエー。やった。いや回収すんの。回収するつけときじゃん。色変えてみる。赤かな。赤か。何が茶色。食べるときは銀にしましょう。モンブラン作れねえね。モンブランってこんなモンブラン作ろうなんか思ったことある。思ったことないな。なあ味確かめたいな。このクリームが確かか、ちょっと一回眠らしてください。すみません。申し訳ない。一回眠らしてください。こう夢やもんな。わしに眠らしてください。かまへんでか。おお。ああ。もう今日殺してくれ。うまい。生クリームうまいよな。うまいな。もうこれでいけんちゃうんか。ちょっともうスピーカー手やらして殺してくれ。わしを殺してくれ。モンブランが好きってこれが好きってことやな俺多分。あ、そうかも結局は。どう。うわどう。うわキモい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 。うわキモい。どう。ちょっと待って口開けて。もうここで6本ぐらいいけるやんけ。どう。これでよかったんや。こんなんいらんかった。俺だってないない別に。生地好きじゃないもん。そうよな、生地フューチャーしたことないもんな。
あ、これはいいわ。お前、下何、どういうこと、どういうこと、下え、モンブラン、僕モンブラン、あもったいない。バフンみたいな出てきたぞ。モンブランって下爆発するんだよ。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。破れたんや。よかった、俺んちで。俺んちでよかったな。お前んち、お邪魔してます。よかったな。すみません、ありがとうございます。いやいやいや、これで足りたやん。できました。いや最高やん、これ。なあ、幸せすぎるな。生クリームやな、やっぱ生クリームやな、結局旨味って。さしすそやな。さしすそなんやな。料理の六大さしすそな。さしすせそな。普通に栗食うてるやん。うわぁ、栗クリームマジでうまい。モンブランよりうまいまである。え、栗クリーム、栗クリーム、栗クリームか、クリーム、栗刺さらん。もう指使いや。あんた忘れてるけど、え、指ってある、あんねんで。うわ、サラクリームやん。サラクリーム、サラクリームマン。何も出へんかった。ブライトマンにはかからんかったな。あ、もっといった方がいいよ、お前誕生日やねんから。マジかよ、うん、おい、お前ここにこれもかけたら本物のモンブランやん。はやで、 AV 女優の行くけ。なんでなんで、 AV 女優の方なん、モンブランなんて。それ君モンブランやん、お前。マズラアイロね、マズラアイロのそっくりさんのモンブランですか。マズラアイロのそっくりさんやったっけ。そうだよ。まあこれや。ちょっと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 ちょい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 、味噌やん。酒屋味噌出てきたやん。合わせ味噌ですやん。なんで出てくんねん。うーわ、俺どう、すげえな、今日唐揚げ食って、クリーム食って、明日死ぬんじゃん、俺。でっかいニキビなってんじゃん、俺、起きたら。そうじゃなくて。何ですか、こっちに行って、これをこっちにってこと。その味噌を、味噌って言ってるやん。一回チューブに入れて、チューブからやってほしかったですけど。え、このクリをここに入れてってことですか。何でもいいです。何でもいいだ、黙っとけや。ハイザラ持ってこい。お前最高やんけ。お前、あ、お前それはそうやわな。ちょっとこれだけ味見てみるわ。あ、美味しくない。嘘やん。俺嫌いやわ、やっぱり。なんで、あ、お前そうか、栗バカにしてたな。栗なんかな、クリームないと食われんねんから。クリームのせのために生まれた果物なんで、栗は。え、これだ、これ、これや、これやわ、やっぱり。これが本物のモンブランや、小林。あーお前、割れんねや。嫌なんや。俺を否定するか、栗が。これ二度漬け OK？ 二度漬け OK。 うめえ、うめえな。うまいな。うめえわ。もう絶対これやん。俺見つけたわ、正解。あ、お前そっちやな。これやわ。お前、これやまねんねもんな。これや、これで、おばあちゃん、おばあちゃん、これでこうや。お前これや、お前ってやつだよ。絶対にこれやわ。オレオやん。うーわ、うーわ、生クリームバーガー、あ、最高やわ、小林。お前なくなったやんけ、ビスケット。生クリームバーガー。どういう手の動きが気になるわ。生クリームバーガー。これ最高やわ、小林。あ、でも二口目からはクリームが一切来ない。全部出るから。そうか、圧力に負けんのか。うん、うん、最高やん。追加された。うわわわ、嬉しい。それはやりたいな。バリ取りするぜ、小林。バリ取りできるぞ。バリがうまいね。最高やんけ、うまっ。それはやりたいな。あ、もうこれでええな、毎年。うん、うん、こんなん毎日やったきまもな、完全に。これもう一個か、じゃあ。お前、そうやな。ちょっとでいいな。そっちに生クリーム入れたかったな。ブイーンって出る。ああ、ほんまやな。なあ、腸詰めみたいで。これやな。本物のモンブランです。本物のモンブランはこれや。本物のモンブラン、いただきました。うん、明日じゃあ同じ時間来てください。本物のモンブラン食べさせてあげますよ。
これで出てきたらブチリバラユーザーがさすがのユーザーなんだこのゲビ試しはよし、ちょっとこれ合わせてみるわ。少量やったらいけるやろ。うん、あ、少量はうまいな。うん、何がそんな嫌いなんか意味わからんけどな。じゃあ栗みたいなもんがな、ケーキずらすんだっていう話やね。お茶から言わしてもらうとな。C の問題な。うん、そうやね。もうこれやわ。これがモンブランや。これがモンブランや、これ。これや。我が食べてたモンブランはこれや。それは騙されてんね。幼少期に騙されてんね、それは。それに比べてここにあるモンブランはゴミや。ハゲがよ。うま。モンブラン美味しいですね。いいですね。久々に親に見られたくないなと思ったもん。うん、いや栗うま。栗な、栗なんか食うことないからな。栗高いからな。栗高いね。栗って高いよな。高い。なんであなたがよな、栗みたいなもんが。コーヒー欲しいな。あ、うまい。これやわ。これもモンブランや。これもモンブランや、小林。全部モンブランやな。うん、全部モンブランや。こんなもん、こんなもん、何しろモンブランや、もう。コーヒー買ってきますよ。ホットなんてある。あ、そういうことか。うん。大丈夫です、大丈夫。これがモンブランやな。これがモンブランや。1位のモンブラン。1位のモンブランやな、これは。これやった、これもモンブラン。俺誕生日から作ったるわ。これのモンブラン、これ俺が考えうるモンブラン。お前やった、これ。バーガースタイルじゃないの。バーガースタイルじゃない。バーガースタイルは違うかった。あれはバーガーや。これモンブランやぞ、マジで。俺1個正解と思うわ。これモンブラン、マジモンブラン。ロブションのモンブラン。これぞモンブランや。これがロブション。これはモンブランやぞ、小林。うまうま。もう何かしらの法律に違反してるんで捕まえてくださいよ。うん、私待ってますわ、ここで。もう逮捕してください。もういいですわ、これで捕まるんやったら。かまへんわ。なんかちょっとトリップしてきたな。うん、もうすごいよな。すごいいっぱい色が見えるもんな。うん、生きるって楽しいな。うま。今日めっちゃ滑るんちゃうの。こんなことしてたら。今日夜からルミネやけど。うん、負けんちゃん、セカンドも。そこまで引きずる。結構まだよ。幸せすぎる、これ。モンブラン美味しいな。うん、なんて汚いんだ、君とモンブランは。あの、ソフトクリームのミックスみたいに出したいな。あー、お前、それはほんまにそうやわ。ま、無理やけど。ちょっと行ける。あ、どうしたらいいんや。あ、そっか、2個持ってこうしたらいいんや。そうや、先生、先生。先生、先生。どうなってんねん、お前。おい、味噌やねん、もう。上ではバコーンって抜いて、ギュッて絞って、バコーンって、バコーンって抜くか。こうか、バコ抜きして、バコ抜きして、もうちょいバコったらいいんちゃう。おー、ナイスナイス。で、汚れるのは意図わず。もう、汚れはしょうがない。セット完了。よし。え、これをしたやろ今。お前。え、どうしたやろ。で、こうギューじゃない。ギューの土台がいるやろ。
ここあそまあビスケットやな。モンブランといえば。いけああ、ちょっとその粘度が違うわ。ほら粘度が違うねん。粘度が違うねん。粘度が違うね。片方だけブリブリ出てる。片方だけブリブリ出てるって小林。粘度が。これでも一緒やんけ、じゃあさっきもうちょっと待って、ちょっと待ってこれ切ってモンブランがこれ切って、うん、モンブラン入れたらミックスモンブランミックスモンブランやこれどうやろう。あ、大きいんでございます。いえ、これ切って こんなもんもう邪魔や、上なんかそれを切っ てもう中にモンブランを掘り込むよ。うんうんうん、モンブランもこっちで掘り込んだら早いね。お前天才すぎる。お前ここに来て天才すぎる。お前は戦いの中で戦いを覚えるタイプやった。これをこれでこれで、ま、でぐちゃぐちゃんね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 。パティシエの下積みもこんなんなんやろな。全く一緒やろ。みんなフランスでこれやってんだよ。ああ、お前危ないぞ、漏れてるぞ。え？下から。あ、お前、調教済みやないか。きっしょいの、わし、きっしょいの。ちょ、お、来た。おー！ナイス。よし。よし、ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。究極のモンブランや。超巨大や。何や。あ、究極のモンブランや。うわ、超巨大や。なんで出てくんねん。うまっ。うわー、あー幸せ。いいな。あー幸せ。あー、お気に。ありがとうございます。あーや。めっちゃ幸せやん、これ。あー、嬉しい。あー、いやー。いやー、ちょっと、灰皿いただいていいですか。いやー、最高やん。幸せは作れるんやな。なあ。あ、ありがとうございます。歩いてくるもんじゃないねん言うてたわ。水前寺もチーターも言ってたよ、うん、幸せは歩いてくるもんじゃない言うて、うん、絞り出せって言ってたわ。混ぜて絞り出せって言ってたわ。いやいや、ちょっと一服しよう。これはこれは成し遂げたな。うん、辿り着いたわ。これ成し遂げたな。おいくつになられたんですか。38です。やっと大人の男や。38からやからな、男は。37なんかクソガキの童貞やからな。クソガキ童貞よ、37なんか。38からか。38から、やっと一人前の男。うま、成し遂げた。これ2000回再生はあるな、この料理。この料理2000回再生は硬い。主婦層に刺さるな。刺さる、番組から誕生日プレゼントも用意してあります。究極のモンブラン。おめでとうございます。何でしょうか。何でしょうか。あんた何いただいたんですか。お、チュンリーや。チュンリーステージにおる人や。チュンリー精神おる人はチュンリーや。もうチュンリーやんけ。そうそう、チュンリーや。百列客のありがとうございます。モーションティオフィシャル。モーマンタイの。あ、モーマンタイオフィシャル T シャツじゃないですよ。攻めすぎやろ。はい、ありがとうございます。いやチュンリー着るか。おぉ、エロかったですか。ちょっと君かぶっといてね。なんや今の。なんや今の。クマのプーさんみたいなこと言うやがってお前。いやー、
んばんは。お願いします。なんかなんとなくライブ全体の流れが早すぎる気がする。我慢我慢。お披露目やからね。パッドでやから。一旦落ち着かない。まあいやいや言わんと。もうすぐ1年終わりやん。いやもう12月よ、なあもう今年もあっちもやったで。まああっという間さ、もう俺の連れなんかさ、あの今年の最初の1月1日から今の今までずっとああって言い続けてるやつおんねんけど、止まらんと。止まらんと。なんでそんなしてんの。あっという間やったなっていう人ボケの、人ボケのためにああって言い続けてんの。言い続けてるやつ。何そいつ。おい、なんなん。息どうしてんの。息、息持たんやろ。ね、いやなんかそんな苦労を持ってた。いや気になるって。なんなんそいつ、息持たんはずやんけ。ダイバーかな。ダイバーじゃ無理やってお前。息持たんてよ。なんやろ、なんかあれちゃう、なんか人工心肺かなんかつないでんの。管つないで、息を、あー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 言うてんじゃん。知らんけどな。知ってんやろ、つれやろ。あんま知らんけど。見たことあるんやろ、つないでやった。つないでやった。喉は喉、喉乾くやんけお前。喉乾く、あーって言ったら喉乾くやんけ。なんか管通してんじゃん。また管通してんの。水つないでんじゃん。つないで、知らんけどな。なるやん、あーやったら。喉上の方乾くしや、おい。喉チンコかなんかに、あの脱脂麺かなんか巻いて、巻いてんの、湿らしてんじゃん。湿らしてんの。俺あんま知らんねん。知ってんやろ、見たやろお前、釣るやろ、なんもやしの下みたいになってんの。え、もやしの下引いてる綿みたいな。そうあんな感じで。なんなら もやしも生えてんじゃん。生えてんの、もやしも口の中に、あーって出てきてんの、もやしが。いや、さすがに奥歯までいったら噛むやろ。噛むの。で、うーんなるやん、あーうーんってなる。うんやんけ、あーじゃないじゃ。噛んでないじゃん。噛んでない。出してんじゃん。出しっぱなし。ああー、切るかな。切んの。切るか。あー、切んの。切るんじゃん。切ってんの。そいつと普段何して遊んでんの。何その質問。いや、釣るやろ。何して、そんなあーって言い続けるやつと。カラオケ行く。カラオケ行くの。何歌うんすか。北の国からとか歌うんすか。あれしか歌わない。あーしか言わんからな。あれ以外持たんやろお前。いや、いけん、おもろ。そいつの口にさ、もし虫入ったらどうすんの。虫入った。ああって3年止まるやろ。いやいや、な、網張ってた。網張ってんの、口に。網張ってた。はーって飛んでかへんの。あ、網、網塗ってた。塗ってんのお前。塗ってんの。塗ってた。取れへんのに。お前もやしさっき切る言ったやんけ。網張ったら切られへんやん。なあ。積んだ。おい、なあ、ほら。ほらやろ。嘘ついてやろ。ありがとうございました。こんばんは。マットです。お願いします。ね、さ、うん、この前さ、うん、自分の人形を作ってん。え、等身大のやつ。え、でそれをラジコンにして走らして遊んでたんよ。え、ほんなら俺のラジコン途中で操作機関くなってさ、え、走ってどっか行ってもうたんよ。は、最近街で俺見てない。何言ってんのお前。な、自分の等身大のラジコン作ったん。うん。何それ、なんでそんなの作ったん。俺ラジコン作るの好きやねん。あ、そうなん。うん。でスピード追求してたらさ、はあ、俺の形がベストやねん。絶対ちゃうでお前。ほんまに。どうやないかお前みたいな、もう。見てない街で俺みたいなやつ。お前みたいなやつ。探してんねんけど。見たわ。見た。うん。なんかね、うん、パン屋の壁にバン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 ぶつかってるお前見てるけど。あれお前のラジコンちゃうんけ。パン屋さんの壁。はあ、それは俺やな。ガチもんな。本人やわ。何してたお前。なんかやたらいい匂いする施設あるな思ってさ。施設って言ってんの、パン屋のこと。匂い嗅いでただけなんやけど。中入って食ったのに貴重いなお前。見てない街で。俺あれやねん、俺のラジコンあれやねん。何、漆塗りやねん。漆塗り真っ黒のやつ。やった、見たわ。見た見た、漆塗りのお前やった、見たわ。見た。うん。どこで。ネットオークション出たわ。売られてんの。え、仏壇仏コーナー出たよ。仏になってんの。仏になってないけどね。てかお前普段仏壇仏具のページ見てんねん。見てな。あのページな、金ピカの方めっちゃ安いからめっちゃおもろいの。そう。嘘ないわお前。おい、堀川さんとあんた。あ、そう、うん、もうええよ。なんでやねん。仏になってんやろ。うん、ほんなんもうええわ。なんでや。仏だけに、ほっとけ、言うて。うえ。ほっとけ。うら、どうも金属バットでーす。お願いします。ああ、じゃあ、いやいやいや。いやー、ちょっとさ、はいはい、2060年の9月4日なんやけど、40年後、うん、はあ、空いてる？なんかあんのお前。俺もう自分の葬式予約してもうてさ。ちょ、気早いんちゃうかあんた。いや、早割ってのですごいお得やったよな。え、そんなんあんねや。うん、ごっつお得な。お得やねあれ、ワンドリンク無料なんよ。お得なそれ。そうよ、開けといてほしいね、絶対来てほしいよ。あ、なんかあんねや、うん、なんでや。俺その葬式の当日にさ、うん、お前に相方として頼みたいことがあんのよ。おい、うん、何でも言ってくれや。あ、いい、何でもやるよ俺全力で。いいか、うん、あの坊さんのスクーターをさ、うん、中金切られへんように見張っといてほしいよな。悪いってお前。おい、お前
前しかおらんねん。なんぼでもおるやろお前。頼むマジで。悪いって。坊さんなんか電車で来させや。いや坊さんはスクーターなんよ。いらんってそんなこだわり。頼むわ。汚いな。じゃあ分かった、代わりにさ、はあ、俺の戒名を決めてええよ。うわマジで、うん、戒名決めていいの。ええよええよ。やった。俺もう葬儀屋さんと話し合って、はあ、3つ候補用意してるから、はあはあ、もう選んじゃって。あ選んでええみたいなこと、うん、何3つ候補って。ジャングルマン X か、はあ、ミラクルボディ V か、おい、ライフガードないけど。みんなパワージュースやないけお前。え？お前なんで自分の死体にチェリオのジュースみたいな名前つけんねん。ジャングルマン X がええかな。全部一緒じゃんあれお前。味も見た目も一緒やねんから。そうか、決める意味ないやんけ。じゃあさ、うん、あの俺の死体をさ、うん、火葬場まで運んでほしいんよ。うわ俺霊柩車乗っていいねや、ラッキー。あごめんごめん、霊柩車じゃないねん。え、ほんな軽トラ？バイクなんやけど。引きずんの俺。いや引きずら引きずら。何何。なんかな、俺死んだらさ、はあ、単車になるらしいから。え？俺を運転して行ってほしい。ちょ何言うてんのお前、全然意味わからんわ。え？え、お前死んだら単車なんの？単車なんねって。どういうこと？いや葬儀屋さんが言ってはったんよ。え、単車なんどういうこと？お前の腹にタイヤついて俺が背中にまたがるみたいなこと？あ、ちゃちゃちゃ、俺の背中にタイヤついて、はあ、仰向けやねん。向かい合うの俺。そうそうそう。で、注意してほしいんやけど。何？手握ったスピード出まくんねんけど、はあ、60キロ超えたら目開くらしい。怖いってお前。俺だけ。嫌やってそんな。え？そんなとこ坊さんに見られたらめっちゃ怒られんちゃうの？いや怒らへん怒らへん。なんでやねん。なんかもうこれ仏教用語であるらしいんよ。死んだ単車の仏教用語であんの？あんねんって。なんて言うの？自動に輪廻転生って言う。ないってそんな言うてはった。ダジャレやないか。葬儀屋さんが言うてはったの？怪しいな。自動に輪廻転生っすよそれ。間違いないっすよ。おいちょキャンセルせえこれ。いやキャンセル料が高いんよ。おいくら万円？現代で言う諭吉10枚分。10万もすんの？そうやねあれ。現代で言うってどういうこと？未来で言う鈴木福君5枚分。福君紙幣なの？なんでって。2万円札？そうそう。変なお札。葬儀屋さん言ってはったから。ほんまに？福君紙幣に押し上げますよ。押し上げるとか言ってるやん。え？ちょっと、いや、気味悪いな。ここもキャンセルして、俺キャンセル料払ったるから。払ってくれんの？払ったるよ。マジで。うん。いやでもワンドリンク無料か。おごったるから、チェリオも。足が払う境に。キャンセルしなはれ、お前。キャンセルか。あ、でまだまだ生きなあかんねんから、お前。まあそうやな。あんな縁起悪い話しなはんな、お前。まあそれもそうやな。せやで、お前。じゃあ分かった。今後じゃあ、もし俺が死んで、うん。名前がジャングルマン X になるまではミラクルボディ保ってライフガードしていくわ。バッチリよ。どうもしたいやいや、いや何をかっこいい感じ。いやね、あんやちゃいますこれが富士の横。いやいやいやゲボですよわしら、ほんまにね。いやいやいや、どうも金属バットです。お願いします。どうもこんばんは。ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。本当にね、キラキラキー TV よいしょ。 TV でございます。いや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 、ちょっとさ、へちょっとほんま恥ずかしいんやけどさ、よいしょ、俺あのことわざをさ、うん、全然知らんくてさ。あら、え年こいて恥ずかしいやっちゃで。いやそうなんよ。一個も知らんの？なんか一個だけ知ってんねんけど、はあ、それの意味すら分かってなくて。あら、あんなもん意味知らんと意味ないからね。いやそうやな。ああ、うん、わしよけ知ってるから教えてあるよ。あ、ほんまに？ああ、あんた何知ってんの？あの東大デモクラシーってやつないの？だいぶ間違えてんねあんた。なんやそれ、東大の民主化みたいな。え、違うの？あれ東大元暮らしやで。あ、元暮らしっていうか、あれ。あ、しゃあで。え、それどういう意味なんや？あれ、なんでしょうね。まあ、近場の門ほど気づきにくいみたいなこっちゃね。あー、じゃああれか。はあ、なんか指先かゆいな思ってさ、はあ、こう書いてたらさ、はあ、全然気持ちよくならんくて、はあ、あれ思って肘書いたら、はあ、いや、肘がかゆかったんかい。のやつか。ちょ、わからない、今の。何今の。わかった、理解した、理解した。何今の。要は、身近なもんほど気づきにくいってことやんな。まあまあ、しゃあねんけど。わかった、わかった、わかった。ほんまに？ちょっと他のやつも教えてよ。他なんでしょうね。まあ、豚に真珠とか、猫に小判とか。それは、なんや、どういう意味や？あ、知らん。知らん、知らん。それね、まあ、価値あるもんでも、価値分かってないやつに渡したら意味ないよ、みたいなこっちゃね。あー、じゃああれか。なんや。デブやのにニューバランス履いてるみたいなこと。偏見やわ、それは。え、かまへんねん、あれは。あ、いいんか。あ、豚吐いたからかまへんねんから。あ、そうか。シャーで、お前。あれか。なんや。グリーン車乗ってるガキか。口悪いな、お前、おい。え、口悪いな、お前、おい。いや、合ってるんやんな。合ってんねん、やめろ、お前。合ってんやんな。こんなガキ見てんねんから、やめろ、お前は。そうよ。気付けて、ほんとに嫌やね。他のやつも教えて。他、なんでしょう、うん、まあ、火のないとこに煙は立たぬみたいなのあんねんけど。あ、俺、それ意味知ってるわ。嘘やん。知ってる、知ってる。え、言うてみて。あれやろ？うん。TKO さんやろ？やめろや、お前、おい。やめろ、お前、おい。あん時、噂聞いてた。すごかったけど、もうペットボトルの形を煙立ってたけど、お前やめなはれ、あんた。ちょっと教えたないな、お前に。教えてよ。いやいや、お前下の子怖いね。いや、もう言わん、もう言わんから。ほんまに？もう言わん。まあまあまあ、仏の顔も三度まで言いますから
ね。まあせやな。うん。他のやつ教えて。あとは何でしょうね。まあ孫にも衣装っていうのがあんねんけど。孫にも衣装？うん。え、それどういう意味や？これね、どんなボンクラでもまあ格好だけちゃんとしたら見れるようになれるよみたいなことじゃね。ああ、じゃああれか。なんや。なんかうまくもないくせにさ、はあ、なんかレアチャーシューとか乗っけてさ、こう見た目気にしてさ、はあ、で合うんやったらいいよ。合、はあ、いもせんのにさ、はあ、なんか紫玉ねぎとか乗っけてさ、はあ、で普通に T シャツ着たらいいのにさ、はあ、コック服着てシェフぶってる大阪のお前んちの近くのラーメン屋やろ。やめろやお前おい。あっこな。やっぱりやんけ、やめろやお前おい。あっこようチャリ止めんねん俺。止めろ。言うなよお前。堪忍しても。他のやつ教えて。他。なんでしょ、まあ月とすっぽんちのがあんねんけど。月とすっぽん。どういう意味？これ月とすっぽん、どっちもまあ丸いもん同士やけど、うん、まあ全然ちゃいますみたいなこっちゃね。ああ、じゃああれか。なんや。滋賀県と佐賀県か。どっちが月やそれ。おい。ダブルですっぽんや。わしすっぽんの意見見てんや思ったわ。あれか。なんや。おじいちゃんとおばあちゃんか。それもどっちも欲しいやおい。どっちも欲しい。どっちも欲しいや。あ、あれか。なんや。お父さんとお母さんか。ダブルで月やそれは。どっちも月やろこんなもんお前。うち母子家庭なんやけどさ。家庭によるね。よいしょ。ふい。よいしょよいしょ。他のやつ教えて。他は何しょ、うん、鬼に金棒みたいなのがあんねんけど。鬼に金棒、どういう意味？まあ鬼みたいな、ただでさえ強いのにこれ来たらもっと強なっちゃうよみたいなこっちゃね。ああ、じゃああれか。なんや。パチンコ屋の中に ATM あるみたいなことか、うん、それは飛んで火にいる夏の虫やな。飛んで火にいる夏の虫。え、飛んで火にいる夏の虫ってどういう意味？ちな、もう危ないって分かってねんけどついつい飛び込んじゃうみたいなこっちゃね。ああ、ワクチンね。思想強いお前。おいおい、あれやんな。あんたそっちなんかいなお前。おい、なんか噂で聞いてた。いろんな噂あるけどね、うん、みんな違って全部構へんけど、あんたちょっとやめて怖いこと言うの。あ、ごめんごめん。堪忍してお前。じゃあ他のやつ教えて。他何でしょう、まあ、嘘も方便っていうのがあんねんけど。あれ、そっちがワクチンか。やめてくれお前。おい、どないしたんやハゲコラお前。おい、どないしてお前。おい、噂聞いた。噂あるけどいろんな噂な。なんやねんあれ、マイクロチップ入ってるみたいな噂。なんやろお前。あったあった。あんなもん入れんやったらイコカとかスイカ入れてくれよな。ほらもう手突っ込んだだけで電車乗れんねんで。お前めっちゃええよ。で手かかしてチャージしてな、うわ1万入れたら重なったでバーン殴った、最悪や、990円減ったやけんってめちゃめちゃ危ないやんけお前。え、要するにさ、うん、嘘も方便ってのは、うん、腕にイコカを入れるって意味か。全然違うよ。違うわけあるかいなお前。これ違うやったらちょっと意味分からんねんけど俺。あんたこんな意味覚えなあかんねんで。いや、そうやんな。意味覚えてへんかったらお前仏作って魂込めずみたいなことやねんから。まあせやな、うん、ちょっとさ、もっと簡単なやつ教えてよ。もっと簡単な早口言葉言うたらお前。お前わし早口言葉言うてるれんけお前。おい、ことわざ、ことわざやんけ。間違ってるから。お前がいらんこと言うからマイクロチップバグってんけお前。おい、ことわざ言うなあげ。ことわざ、ことわざやねん。こんなんもことわざで実はあんのよ。え、実はあんの。こんなんもちゃんとあんねんね。おますね。何なんかもう猿も木から落ちるとか、工房も筆の誤りみたいなね。おますねんなあれ。それはどういう意味や。っていうのはまあなんぼ達者な人でもできる人でもたまには失敗しちゃうよみたいな。ああ、賞レースの時のザ漫才だよ。やめろよお前。おい、やめろお前。あれな、どこでいじってんねんお前。おい、本拠じゃないけここお前。あれあんま盛り上がってなかった。盛り上がらなかったあれは。あんま見てなかった。みんなやめろお前。いらんなよこんなことね。これは私怒ってんじゃないよ。あ、そうなの。あなたために言ってんのよ。あ、そうそうよこれ。わかりました、ごめんなさい。これはもう地獄で仏にあったみたいなことじゃないから。まあせやな。ちょっといっちゃん言うねん。お前仏シリーズ聞かへんの意味。おい、えわしの仏三連発全然意味聞かへんやんけ。いや、そりゃ意味なんか聞かへんやろお前。なんで仏のやつ意味聞かへんねん。いや、そりゃそうやろお前。知らぬが仏って言いますからね。うえ、いや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 、これオチですね。いや、決まりましたね。決まりました。ふいふいふい、6分帰りましょう。了解。了解ね。ね、はい。さ、うん、これすごい発見してさ。何がやん。大発見。何じゃやん。市民税あるやん。あるね、うんうん、あれを払わんで済む方法。マジで、うん、おい、発見してさ。合法、うん、合法、うん、まあ限りなく透明に近いグレー。初めて、まあグレーなんやな。まあまあ、まあ、一応コーナーがついてる感じの。親は中さんで。親は中さんで大丈夫。教えてよ。うん、教えてよ。ガブガブ酒飲みたいな。ガブガブ飲みたいな。教えてください。ちょっとその前にごめん、あれよ。何回言う。ちょっと背中かい。え、うん、ちょっと気になって喋られた。早くかけよ、うん、早くかけ。ちょっと届かんわ。え、うん、届かん。わし変えたらお前、ちょっと後ろ向けよな。いや、俺あんまそういうあの男に触られるのとか、うん、どの面出てるのお前。こんな機会やったら女芸人と組んだやからガタガタ言うなお前。あ、かかせよ。なあ、おいじゃあこうするから、うん、お前貝とかぶつけたよ、ここに。お前の欲望の右手にぶつけてこいよ。わしの右手で気持ちになってんのお前。お茶の右手に任せよ。やったるからおい。なあ、入ったら見てよ。おい、あ、収まってきた。
喋れる。いける？いける。ちょっと教えてほしい。教えるわ。まず住所を他府県に移すのよ。他府県に移すのね。引っ越さないから住民票の住所だけ移すね。移すだけ。ほんで同じ日のうちにまた住所戻すね。すぐ。うん。するとどうなるかっていうと。ああ、かわいい。おい、おい、こういうこと言ってたやんけ、お前。何やねん、お前。無理や、どうせ喋られる。おい、書いてあるって、お前。なあ。ね。書いてあるから。そういう問題じゃない。何やねん。中入った。中入ったら何やねん。かゆみが。中入った。中入った。心臓、心臓かゆみ。心臓かゆみ。右心房かゆみ。右心房かゆみ。左心房は？左心房は壊死してるから。死んでんちゃうんだよ、おい。何やねん。じゃあ、ちょっと裏から登山の方持ってきて、お前、心臓ついてる。いや、死んでる、死んでる。何やねん。もっと優しく、なんか、孫の手かなんかで、直接こう。こっちの方が死ぬかも、おい。こっちの方が死んでまうって、お前な。あかんって、お前。あ、俺あれや、あの、普段に今、無比置いてるから。無比なんか聞かへんの、お前。ちょっと無比ガブ飲みしてくれ。それ一番死ぬ、お前。どうも、金属バットです。お願いします。どうも、金属バットです。お願いします。どうも。ありがとうございます。いやいやいや。いや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 、俺さ、へいへいへい。ちょっと、不倫してんのよ。アホか、お前、おい。アホなんか、俺、お前、おい。やったかやろんな。してるからさ。ヘラヘラすんな、お前、おい。やったかやろ、お前。あかんのはもちろん分かってるよ。分かってるんけ、俺ら。分かってる分かってる。相手どんなやっちゃねんな。相手、小学校の先生でさ。うわ、お前もう、そんなんとどこで出会ってんな。俺が、小学生の時の、担任の先生なんやけど。あ、おばあちゃんや、お前。おばあちゃんとか言うなよ、お前。年齢的におばあでしたろ。いや、失礼やろ、お前。何がいいな。女性に年齢関係ないやろ。お、あ、確かに。申し訳ない。失礼。簡単に申し訳ない。まあまあ、確かに落とし飴してはんねんけどさ、その年齢を感じさせないぐらい、お召し物があでやかなよな。ババアやないけ、お前、おい。やっぱババアやんけ。すごいな。お前、ババア褒める専門用語全部使ったやんけ。わし、高島やってたんか、思うと。そんなん言うなよ、お前、仲良やってんやからさ。仲良やってって何やってんの、あんた。いや、この前もさ、その先生と初めて出会った記念日があってさ。ね、入学式け。でその時2人でさ お寺行って、で寺の入り口にある、こう水をかけ合ってさ、あ、開けまへんだ、あんた、あれちゃいますね、そういうギミックになっちゃうね、あれで、そっから2人で買い物行ってさ、ほんかいな、で俺もう何でも好きなもん買ってあげるよって言うたんよ、えらい気前な、自分、まあまあ記念日やったからさ、入学式な、それな、ほんな先生がさ、私が欲しいものはお金で買えるものじゃないのって、どういうこと、なんか俺の目をじっと見つめてきてさ、あらー先生、ねえ、なんか膝の軟骨が欲しい、あ、そっちかいな、お前、さすがに軟骨買われへんわ、むちゃ言うたあきまへんわ、ほんな先生がさ、もう俺にプレゼント用意してくれてて、何、なんか俺の名前入りのパワーストーンを用意してくれてて、あら、えらい、キャイらしい、やろ、名前入り、いいやろ、あんた小林圭介っつう名前からなんや、圭介って書いてるパワーストーンかいな、いや、小林家って書いてたの、墓石ちゃうんけ、それ、おい、墓石じゃないけどな、これ手につけるような石、でっかい四角やった、墓石やないか、お前、おい、あれパワーストーンちゃうねん、嘘、パワーなくなったやつが使うストーンや、お前、そうなん、最後の石ですよ、あれ、えぐい間違いしてるやん、でそっから二人でさ、先生の家行ってさ、不倫やろ、お前、そうよ、いかついな、で部屋でな、まあまあ二人きりやんか、まあだんだんいい雰囲気になってくるやんか、ほんな先生がさ、そろそろ欲しくない、えらいこちゃん、あららら、えらいこちゃん、あらー、でそっからさ、吹き焚いてくれてさ、おもろないの、これハゲ、おい、あれ、これマジでうまくて、あれ、眠たいこと言うな、ボケ、こら、おい、え、大人やろ、不倫やろ、いや、そうよ、なんちゃこう、体を触るような著名こと、お前、そういうのが聞きたいの、当たり前やんけ、お前、もちろんあるよ、よいしょ、いえ、肩もんであげてさ、孫やんけ、おい、あんた孫みたいなことしてるやんけ、何がなんかないんけ、そっから、いや、そっから先生がさ、漫画買うたあかんよ言うて、えで図書券もらって、おい、で家帰ったよな、お前はよ不倫せえや、おい、全然せえやんけ不倫、おいはよせえよ、お前不倫したあかん言うてなかったっけ、わしも下品な生きたい耳なってんねん、おい、頼むわ、なんかくれよ、お前やれよ、じゃ不倫してるやんか、どこがやねん、お前、寺行って吹き食うて肩もんで、お前こんなもん不倫ちゃうやん、家族やんけ、お前、ありがとうな、ありがとうないないねん、どうしてんちゃうねん、お前、やっぱ不倫ってあかんやんか、もうかまへんのやない、これだから俺ちょっと前々から考えてることがあってさ、ない、養子なんのけ、いや、じゃなくてさ、うん、どうしようかな、なんや、結論だけ言おうか、はあ、先生をさ、はあ、俺ら金属バットに加入させようと思って、あ、いややって、お前、おい、いややって、いいやん、いややって、いや先生吹き焚いてくれる、いらん
わ、吹きなんかお前嫌じゃ。じゃあ分かった、うん、旦那さんも入れようか。なんでそんなことなんねんって、いらんてダブルで。これが一番平和に収まんねん。何が平和に収まんねん。おい、なんでジジイとババとハゲとロンギで漫才せなあかんねんお前。嫌やって。いや旦那さんめっちゃ喋れる人よ。喋ったことあんねや。あるあるある。おもろいの？全然おもんない。ほなあかんやんけお前。おい、なんでダラダラ喋るジジイと吹きたくババ入れなあかんねんお前。いらんわ、行かへんて。でちょっとほんま申し訳ないんやけどさ、あんたもうどれが申し訳ないねんの。正式に加入させる日を、俺と先生が初めて出会った記念日にしていいかな。なんや、入学式なんか4月け。それは9月1日なんやけどさ。あんた転校生やったよね。ストライダー飛竜。おお、そんな技やったっけ、ストライダー飛竜って。そんな技は使ってたかな。あんま記憶ないけど。ここのイメージあんの。へえ、始まりました。はい、よかった。もう一丁もう満体でございます。ありがとうございます。もう一丁もう満体。ねえ、いやいや、引き続きでございます。はい、タバコの吸えるスーパースタジオ、ありがとうございます。本当に素晴らしい。ありがとうございますね。ねえ、いや、ねえ、本日はお日柄もよく、皆様たくさんのご視聴ありがとうございます。今回集まって、いただいたのはですね、何も考えてなかった、すいません。ごめんなさい。猫ミームなぜ流行っているのか徹底解説。今話題の猫ミームがなぜ流行っているのかを徹底解説しましょう。猫ミーム、猫ミームって何？ちょっと這い飛ばすなお前。猫ミームって何？何です、猫ミームっていうのは。爆流行りしてます今。猫ミーム？猫ミーム。ほんまに？ほんまに？マジで聞いたことないな。俺らまだラッスンゴリラで止まってるんですけど。猫ミーム。猫ミーム。近いかもしれないです。かけるメンバーが近い。かけるメンバーですか、ほら吉本の。いきますよ、じゃあ猫ミーム一回見てもらえます。猫ミーム、はい、お願いします。おい、これ流行ってんねや。おー、あの外国の面白猫をいじってるみたいなやつですよね。そうっす、集めて。あー、要はゲーム実況ですか。違う、全然違うんじゃないか。流行ったな、でもああいう猫、わーっていうのとかよく流行ったもんな。その猫を切り取って。そうです、あったね、マッドみたいなやつじゃな。ああ、昔流行ったね、そんな。今流行ってんねや、猫。で、なぜ流行ってるのか徹底解説しましょう。知らんてわし。今知ったんやから。まだ信じてもないぞ。流行ってんねや。流行っているが。猫ミーム、家で録画してるサザエさん見てるから。溜まってたから追いついてないな。なぜ流行っているのかを解説しましょう。どういうこと？俺何も知らんのに。今のだからどこが面白かったかとかだったと思います。ああ、あれの面白さを、うん、だからもう疲れてるんだ。みんな全体的に。ああ、なんかまあ嫌味やったもんな、設定も全部。ああ、嫌味な設定やったな。男と女、マッチングアプリのとか、うんうん、仕事が疲れてるとか、うん、うん、みんな疲れてんねやろな。疲れてるのを共感するっていう。あー、で、可愛いキャラで、うん、あー、なんか濁してみたいなことないのな、うん、分からへんけど。アブリル・ラビンの力と。アブリル・ラビンやっぱあれね。へいへい言うようなやつな。あれ定型みたいね、定型文みたいな。そうやな、あれやっといたらウケるみたいなやつやな。やっぱなんかみんな真似するの好きやからな、うん、一人おもれことしたらそれみんな使うからな、うん、あ、そうやな。これ誰がやりだしたやろな。これ、いっちゃんはじめ、もう外人やろ、どうせ。こういうのって。外人じゃないの、こんな。あの、猫の、オーローローローっていうのも、あ、よく待っていたよ、俺。あ、そう。オーロー、オーロージョンソンっていう。ずっとジョンソンっていうの。オーロー、オーロージョンソンっていうの。あ、2000年に2チャンネルから始まったって、うん。あれ、あんた2チャンネルから知ってんじゃん。ヒコ猫。いや、見たことないな。あ、そう。うん、あ、なんか、アスキーアートで、ゴルア、うん、言ってよしなどのセリフを書いてるの派生って書いてあります。はい、がもうリアルになったんや、アスキーアートが。あとやってたもんね、
見てやったもんね、2チャンネル、うんうん、ずっとビップにおったよ、うん、見てたな、鬱陶しかったな、あの時お前なんか言うたらググレカスとか言ってたもんなマジで鬱陶しかったわ、そう言ってたよ、言ってたわわ、これリアルで言うんやと思ってゾッとしたよ、俺は身に起きた出来事を猫にすることで辛かったりひどいエピソードを緩和する、ああ、やっぱ言ってた通りあんた、ああ、聞いてほしいねそれを、はーい、うーん、わしらもじゃあ猫ミームしたらええんかな、滑ったりした時俺らがなんかガッて考えていざやってみて信じられないぐらい滑って喫煙所でむっちゃタバコ吸うの猫ミームにしたら笑えんのかな、で後輩呼んで酒飲みに行って結局誰のチンチンが長いかっていう話して帰ってくるのに猫ミームにしたら笑えんのかな、うん、可愛くなるんちゃう、可愛くなるのかな、で後輩のバイト先に行って女とセックスせえってコンドーム渡して帰るのあれも猫ミームにしたら笑えんのかな、笑うベロベロで行って癒されるんちゃう、ハイボールの濃いめのロング缶と薄ピタコって言ってお前これ飲んで今からセックスしてこいって言ってバイト先行くのも猫ミームになったら笑えんのか、うん、そういう力があんねん猫には、これだから猫以外もやってるってこと、さっきヤギおったもんな、ヤギブレ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 したもんな、ヤギミームもあるんだな、これがいけるならっていう、犬ミームなんかあんのかな、犬ミーム探しますね、え、ミームミームっておったよな昔、チェクターの相方で、あ、ミームモリアね、ミームミームって言ってたよもうミームモリア、うん、先取りしてたんか、猫ミームにちょっと犬出てくるぐらいはあります、ああ客演でね、やっぱ猫なんや、はあ、まあ、猫なんか言うもんな、オロオロ言うもんな、あ世代は いくつぐらいまで、でも小田上田の上田さんはや見てました、はい、上田なんぼやあいつ、あいつ59にも低は不詳やない、59にも8歳にも見えるからな、8歳に見える幅が広いからなじゃあ8から59までの間で流行ってんのじゃあ俺は入ってるやんけ見たことなかったな、恥ずかしいな、みんな知ってんのかな、いやみんなもう、見たことあった、知ってました、もちろん、おTikTok がもう分からへんもんな、見てないから、うん、そうだな、TikTok たけちさんから聞く情報しかないもんな、スーマルのたけちさんが TikTok よう見てて、うん、やっぱスカート短い女の子が踊ってる嬉しいって言ってたから、うん、もう最近飽きたらしい、飽きたんや、筋トレ動画ばっか見てるらしい、そこもあんねや、なんでもあんな、うん、筋トレもエロもあって、まああるんやろ、で正義もあるしどうせバイクもあるやろ、うん、あと何が何でもあんねんな、その人がそれを見るとそればっかおすすめに流れてくるって感じですね、はい、TikTok を見ながらな、まず TikTok 何かしらでも流れてくんねんな、そういうことか、あ今話題なぜ流行ってるかっていうのは、うん、流れてくるからかなるほどな、流れてくるからか、頻繁に出てくるからか、なるほどなるほど、なんかようわからんこの人何の芸で売れたやろっていう人おるやん、うん、いっぱいでも出てたら、うん、わあすごい人って思うもんな、うん、うん、テレビの人やっていう、いざよう考えたら何の人か分からへんそういやあの人何の人なんやっていうのな、わあ何の解決もならんかったないやでも鋭い考察でしたやっぱり、はい、ところジョージ一体何の人やったんやで、最近やっとみんなが歌手やったでそういやそういや歌手やん、そういや歌手やん、ただの面白い人じゃないんやっていう。よいしょ、よいしょ、ね。どうもバットナイスです。こんばんは。金属バットです。金属バットです。同じ面やね、あんた。ねえ、うん、ねえ、僕ら金属バット言いましてね。はい、大阪から来たんすわ。大阪からね。ね、僕ら二人とも大阪でね。うん、来まして、大阪言うたらね、有名なもんがありまして。うん、有名なもん。はい。大阪言うたら紅茶と貴婦人の街でして、ねえちょっとね、何嘘ついたあかんわ、何がやねんお前、自己紹介で何がやねんな、大阪が紅茶と貴婦人、うん、ちゃうよ、何ハープとティアラの街、そうなんです、すいませんね大阪ハープとティアラの街ですね、うん、そっから来まして ねで、ダース溶接得意な方が小林で、アーク溶接得意な方が友達ですね、見たら分かる思いますけど、見たら分かりますかね、ね
分かりますかね。分かるでしょ、分かったかな。大丈夫でしょ。分かってるね。大丈夫大丈夫、はい、ね、まあ僕らそんなね、うん、漫才師なんですよ。そうなんですよ、うん、僕ら This is 漫才師です。 This is 漫才師、うん、お、いいね、うんうん、That is 漫才師。 That is、 うん、うん、違うんちゃうか。Who is 漫才師。 Who is、 うん、なんか横文字が似合えへんのちゃうか。うん、これぞ漫才師。なんかな、漫才師のご両人。ご両人です僕ら、漫才師のご両人です。ご両人でやらせてもらってて、こんばんは。漫才師ってね、うん、立ち仕事やんか。ざっくり言うとね、うん、めちゃめちゃざっくり言うたせやね。もう立ち仕事のさ、うん、接客業やん。むちゃむちゃざっくり言うたな、うん、省き倒したらそうやな。きっつい仕事やん。めちゃめちゃ楽やで。え？めっちゃ楽よ。いやもうだってずっと立ってるからさ。こんな楽な仕事ないでお前。ある？え？見た俺の仕事量今日の。何何？歩いてきただけでそこ。そこ信じられん距離。こんな短い距離。この距離だけ。チョロ級やであんな距離。めちゃめちゃチョロい距離歩いてる。しんどい、しんどいよ。しんどいかお前。いや俺それに比べてさ、はあ、コント師どもはさ、おい、あいつらさ、おいおい、すぐなんか椅子持ってきて座るやろ。休めようちゃうねんあれ。なめとんだあれ。おい。むちゃくちゃやん。どうしたお前おい。しかもコントってさ、最悪コント睡眠って言ったら寝れんねん。受けへんけどな。一つも受けへんけどさ。ありえへんやん。どうしてお前おい。ずっと楽しとんねん。おい。楽から生まれる笑いなんかないの。どう尖ってんのお前おい。何やねんお前。え？コントしてめちゃめちゃ大変やで。大変か？めっちゃ大変よ。そう？あれコントしてお前飛んだり跳ねたりラジバンだりいろいろせなあかんねんでお前。おお。そうなん。めっちゃ大変やで。いろいろせなあかんの。そうよ。まあまあじゃあコント師はさ、百歩譲って許すねんけど。偉そうやの。問題はよ、うん、あの落語家どもよ。おいおいおいお前おいおい、あかんやろ。おい、まあ、出てきてさ、 お客さんの前でさ、 お金払ってんねんで。おう、なんかいきなり座ってさ、おいおい、大昔に誰かがやったネタやるやろ。おいお前おい、あれ、おい、舐めすぎやろあれ。ちょっと、え、小林、何、ちょっとお前、何、どうしたお前。どうした、こっちの、こっちのセリフや。お前はどうした。え、落語家は、うん、舐めと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 んってやっぱ3桁年前のネタしとるからな。何百年やってんねん。どんだけこすんねんお前。もう丸なってるよお前。そうや、丸やで。玉やろあんなもん、玉見せてるだけやろ。玉見せるだけあんなもん。ああ、で、なんやネタの途中熱なったか知らんけどさ、うん、ジャンバー脱ぐやろあいつら。ああ、お前落語家のアウターのことジャンバー、アウターって言ってんのお前。ちゃうよなあ、あれ暑いんやったら来てくれよな、あんな視野でほんまに。で暑いからすぐあれやろ、なんや、うちわで会うやろ。会うよね、あれむちゃむちゃしょんであいつらは。いやでもさ、俺はもうこうやってさ、ずっと漫才続けてたらさ、もう足腰弱すと思うよ。大丈夫やって。いやもう立ってられんくなると思うねん。いけるってお前。いや今はまだ若いからいけんねん。30代やけどな俺ら、もっと年取ってさ50、60になってきたらさ、もう立ってられへんよ。大丈夫やってお前。え、知ってるかお前。何、糸恋先生。糸恋先生、糸し恋し先生。おう、あの人らもう死ぬ間際前ネタしてあってんで。あ、そうそうよ。最後なんかお前楽屋何、二丁のピストル入ってきたん思って腰曲がりすぎて。こんなん二丁拳銃入ってきたん思って入ってきた。マイクの前行ったらバチーってなる。バチーなのかあれ。めちゃめちゃかっこいい。すごいな。めちゃめちゃかっこいいあの人だ。そうよ。いやでもさ、もう今のうちにさ、うん、もう楽な落語家に転身しといた方がいいと思うよ。いやお前な、そういや、落語ってな、楽じゃないねん。楽じゃないのあれ。あ、知ってるかお前、そば食わんといかんねん。いや、そばぐらい食ったらええやん。できんのかお前。誰でもできる。やってみようかな。ほら、おい、簡単やんこんな。見てみよお前、マックシェイク飲んでもてんけそれ。おい、マックシェイクの音やそれ。マックシェイクの音してる。江戸にマックシェイクがあるかいってバーン殴らないんだもん。一番痛いとこ殴らない。一番痛い。正中線出てくる。正中線どんずっとお前バチッいかんのお前。それは嫌やな。せやで。そうか。でもあれよ、え、正座しちゃんといかんねん。あれ正座してんのあれ。何や思ってお前。ホリゴタスじゃないか。えぐれてないねんから。あ、そう。師匠足ブラブラしてるの見たことあるお前。あ、ずっと楽してんや思ってた。めっちゃ座らなあかんねん。正座してはんのか。お前師匠の要求バチッと答えなあかんで。要求答えなあかん。うん。師匠と歩いてて。おい、ん、おい、ハゲノスケ、ん、ハゲノスケお前、おい、ハゲノスケっていうのは俺でええんやな。お前、そうやな。これや、え、俺なんすか。俺や、あ、プリクラですか。コーダオピースちゃうのお前。おい、そんなおもろい師匠おらんねお前。え、ハゲノスケあと5秒や、早くコーダオピースせなっておらんの。おいじゃない、一生ついてくるそんな人。違うの。せやで、何、タバコ、タバコや、タバコや、ね、あとあるよ、街歩いてても、ん、おい、ハゲノスケお前、え、軍閥の樽やないかおい。軍閥の樽、お前ごっくんばでいいやおい。下品な言葉、おい、言葉を仕事にしてる人とは思われへん。おい、あげますけ、早く、なんすか、玉すだれや、玉すだれ、何しとんすか、玉、ナンパやんけお前。玉すだれってナンパすんすか。ナンパ道具やろあれ。ナンパ道具、どうやってすんの。女の好きなもん作んねやろあれ。ああ、そうか、あれでタピオカとか作ったやろ。いやー、エグザイルとか作ったら一撃やろ。一撃釣れんのか、バカもんやでお前。え、
バカもバランバンやってボン正中線五段の時はドン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 死んでまうぞ。それは嫌やな。大変よ落語家。落語家きついんか。3桁年前のネタで受けなあかんからな、そもそも。そうか、昔のネタで受けなあかんから無理やん、俺ら。めちゃめちゃすごいから。それはきついな。せやで。じゃあまあ、漫才師でいいんかな。漫才師やっぱり。でも俺な、どうしても座りたいんよ。なんやねん、お前。もう楽したって。なんじゃこいつは。でもあれでよか。なんでか。座り漫才日本一決定戦の、ほう。ザ漫才、出ましょうか。お後よろしいんちゃいまくの。ありがとうございます。こんばんは。お願いします。もうね、うん、さ、へ、この前さ、うん、地面にさ、うん、穴掘ってたんよ。え、何してんのお前。なんか出てこい思ってさ。いくつお前、うん、バイトせお前は。ずっと掘っててん、はあ、ほんならさ、はあ、金出てきたんよ。そうつけお前。いや、ほんまほんまにほんまに。そうつけ。金というか、金鉱脈。激熱やね、うん、熱いね。買ってん俺も鉱脈。もう人生買ってもったんや。ほんまに？うん。たださ、はあ、ちょっと問題があってさ、なんや。俺その金の鉱石を、はあ、金のインゴットに精錬する技術がないんよ。まあ普通なよな、うん。だからちょっとね、ん、うん、技術がないねんな。じゃあめちゃ困ってんのよ。あれちゃう？なんか三菱とかさ、大企業に言うたらあれ金やってるから、安住やってくれんじゃん？三菱そんなんやってんの？やってやってる。え、三菱ってあれちゃうの？何？ゼロ戦一本で勝負してんの？もうやめてんねんお前。大昔にやめてんの。やめてはんの？今もうバリバリいろいろやってんの。あ、そうなんや。せやで。ああ、そうか。でもそんな三菱みたいなさ、そんな財閥に言うてもうたらさ、はあ、結構いかれる思うよ。え、眼球？何何？ちょっと、ま、眼球？マージン的なもん。かまへんがな。いや、手元にほとんど残らん気する。ドンと来るよ。大丈夫よ。奥来るよ。いや、奥来る、はあ、だからちょっと俺できるだけな、このプロジェクトはな、うん、もうプロジェクト言うてんの？小規模でやりたいんよ。がめついの。うん。だからね、ちょっとね、お客さんの中で、え？金をインゴットに精錬できるぞって方います？おるわけないやろ、お前。アホか、お前。おれへんな。おるわけないやろ。義務教育受けてないな。義務教育で習わんねん、あれ。習わんねん。めちゃめちゃ特殊やな、あの技術。そうなんか。フェアで、お前。あー、でもな、まあ、一回全部掘るわ。一人で、うん、とりあえず全部掘ってから考えるわ。がめついね。うん。で、うん、でも掘るにあたってさ、うん、ちょっと厄介なんかさ、なんか事故なんよ。事故な、うん、穴掘っとったら落盤とかあるからね。そうなんよ、うん、で一番怖いんがな、ガスの事故でさ。ガサかなんで。ガス怖いやろ。火ついた死んでるからね。そうやね、うん、でどうもな、うちんとこの鉱脈な、うん、ガスが出とんのよ。あら、あんたんとこの穴ガス出てんのかいな、うん、ガス出ちゃっとんのよ、うちのえらいドラ鉱脈ちゃん。えらいこっちゃで、あんた、うん、でちょっとガスの成分調べてみてんけど、うん、どうもな、天然ガスが出てんの。激熱やね、お前。おい、めちゃくちゃ熱いやんけ。大勝ちやで。二勝してんの。二勝やな、うん。熱いの。そうやね。ただな、ちょっと問題があってさ。なんや。俺その天然ガスから、はあ、家庭用のエネルギーを抽出する技術がない。またかいな。もうとにかく俺には技術がないねん。はあ、俺にあの資源だけなんよ。コンゴと一緒や。え？アフリカのコンゴと全く一緒ない。コンゴと同じないみたいな。はあ、あ、そうなの、うん、だからちょっとね、お客さんの中で、え、んーと、僕と結婚してもいいよっていう女性います？なんで今聞くねん、お前。おい。いけるかな、思って。なんでおらんねん、お前。こいつ、金とガス持ってねんぞ、お前。おい。到底やぞ、こんなもん。おれへんな。ありえんな。まあ、金とガスぐらいじゃイケメンには語れへんのかな。せちがらいね。せちがらい、ね。ちなみにさ、うん、その穴どこあんの？穴？え、場所？うん。いや、それ言うたらあかんやん。言えよ、お前。いや、押し寄せてくれやん。誰も来えへん、嘘やろ、お前。来るて。日本やろ？日本に。ないで、そんなもん。まあ、ヒントだけあげようか。言うてみんな。谷町ってとこだよ。嘘つけ、お前、おい。大阪のやろ、うん、すぐそこの。大阪の。あのとこなんもないで、お前。掘っても地下鉄しか出てこない、あのとこ。いや、俺、谷町に土地買うたんよ。土地買うた？ 1 平米な。ちっちゃいな。掘る用、掘る用の土地。掘る用。12万で買うたんや。結構しまんな、谷町。で、掘ってたんや、ずっと。はあ、ほんなら何も出てけへんねん。当たり前やろ、お前。で、このままじゃ12万パーやから。かまへんがな。ほんで、もう結構深くまで行ったから。がっつり掘ったんや。これバレへんな、思ってさ。え？ちょっと横行ったったんや。横行ったかね、お前。横ガンガン行ったったんや。横非合法やねん。谷の土地ガンガン行って。はあ、で、谷町1丁目ってとこから掘って。はあ、で、9丁目で。谷町全部掘ってるやん、お前。おい。そうやね、谷町線よ。そうや、俺新谷町線開通させたよ。それはそれでめっちゃすごいよ、お前。で、9丁目ついに金が出て。ああ、9丁目やねんな、うん、谷急に金とガスがあんねんな。言うてもうとるがや。おい、聞いとったで、おい。ありがとうございます。どうも、金さん。いや、さ、うい、俺こ前さ、うん、鶴が罠にかかってたから、ほう、助けてあげたよな。ほう、ほんならその日の晩にさ、ほう、知らん女の人が家にずかずか入ってきて、え、私がいいと言うまで絶対にこの扉を開けないでください。おい、鶴やんけ、お前、鶴の恩返しやんけって言うて、ほう、ガラス戸をパタンって閉めた。ギャン見えちゃうの、お前。ギャン見えやギャンギャンに見えてるやんけ。で、そっからその鶴さ、ほう、半年以上家おんの。いつまでいてんねん、お前。
たまらんねん。たまらんな。そうよ。あんたんちワンルームマンションやろ。そうなんよ。なあ。だから俺ずーっと玄関で暮らしてる。おい、邪魔やな。めっちゃ邪魔だよ。生活できへんやんけ。ほんまやで。なあ。だから洗濯機とかもさ、鶴の部屋にあってできへんねんな。難儀やな。だからこの前さ、川へ洗濯行ってさ。追い出せやもう。ほんなら川上から大きな桃がどんぶらこどんぶらこって流れてきて、その横で亀がいじめられてる。どこ住んでんねんお前。あれお前住所大阪府おとぎの国やったっけ。とりあえず亀助けたらなあかんやこれ。かわいそうやな亀。めっちゃひどいよ。何がい。大人が集団でさ。大人かいな。さすまた持ってさ。うわ。ワニガメいじめとんの。あ、駆除やそれ。え？駆除や。あ、駆除してる。外来種やから。あ、外来種か。あんた怒られたやろ。邪魔しないでください。役所の人や。もうこれ以上俺ら役所怒らしたかんねや。怒らした。うん。桃呼ばれよ桃。いや桃がそれが流れてってもうてさ。なんじゃお前おい。で俺とぼとぼ帰ってたらさ、地面から光る竹が生えてて、でその横で亀がいじめられて。亀ええわお前もう。ワニガメっしょ。なんかなオレンジの鉢巻き巻いてヌンチャク振りましてた。おいタートルズやないかほらお前。あれ外来種やけど。あそう。液状やから。あ液状。ほっといたんや。竹竹な。で竹割ったらさ中からガキ出そうやな。おお言葉って悪いよ。あそうちゃんと言ってちゃんと非納税者でちゃんと言い過ぎやお前ちゃんと言い過ぎこう割れるかな思って頑張ってねじってたんや割れまへんであれ硬いんやからほなら、うん、一瞬だけ真っ赤に光って、うん、光らんくなってんなトマトですお願いします灰皿を失うか変えてくれるそうか灰皿を失うのか灰皿交換すぐしてくれるタイプ今回は、こちらでございますババンこちら僕ら全力でやっていきますんで、はい、皆様よろしくお願いしますやってやるぜね、はい卒業式って書いてたんやねそうなんやね卒業式の話って書いてたんやそんな時期ですかそうなんやねもうでも今もう3月、うん、3月かねえそうやな卒業式で覚えていること卒業式卒業式なんか何にも感動せんかったもんなあなたどうやったのそのなんか熱入れてる子もおったやん卒業式で泣いたりしてるやつとか、うん、あと どうやったのなかったなないよな感動はなかったな合うもんな小中なんてさもう一緒やん一緒やんこれ同じ小学校卒業したら同じ中学校行くからそうここは特に何もない何もないほんまに何もない何の思い入れもなかったしな小学校なんか中学の卒業式なんかでも喧嘩してた気がするな君ら一番怖いヤンキーと一番強い先生がおって、うん、おあ最後にあそこずっと因縁の対決をしてて、はあ、ヤンキーが先生の骨を一回折ってんのよあちゃんとやってんねや一回骨折って、はい、そっからもうお互い強気やからもう、はあ、何やんのかね、うん、で最後もなんかちょっとなんか握手するような感覚やったけど、はあ、結局揉めてた気する、はい、揉み合いしてた気するどっちが勝ったのいやまあまあまあ引き剥がされて終わんねんけど結局なんや決着はつかへんねん学校やからあ君んとこあれ言ったもんねちょっと悪い方やったからそう、まあ、一部の生徒がねうっとこは平和やったからなかったね、うん、揉め事もお前学ランやった俺学ランやったああ、うん、なんか第二ボタン外してるやつおらんかったあったねおったおったいやそれクレーみたいなやつやろクレーみたいなやつであの、うん、上げてんっていう絶対嘘ついてるやろお前絶対嘘ついてるやろそんなやつおらんかったほんまほんまいや俺嘘つけ嘘つけあれおらんかったかおらんかったそこまでおらんかったあの全部なくなってるやつおったけどあ全部なくなってるやつあ誰も声かけてくれんかったほんとにあともう事前に外してると思ったあもう上げるようにだからいらんかボタンあるよいらんってそういうのじゃないねなかったかっこいいとかじゃないねあったな俺でもその誰も声かけられんかってさ、うん、そのボタンくれみたいなあであの陸上部やってさあそうか、まあ、後輩の子がパーッと来てくれて「富樫さん」言って、うん、なんかくれてさ「うわ何やこれ」思って開けたら、うん、その部活の卒業の記念でバトンをくれんのよ、うん、で最後に出た公式の大会の記録が書いてあってさ、うん、俺最後の大会 400m 出てで何の練習もせんと出て、うん、信じないぐらい遅いタイムで負けたんよそれがバチン書かれためちゃくちゃ恥ずかしいバトン思って負の遺産よあれは負の遺産やな俺なんか好きやった子に、うん
卒業式じゃないかな、卒業式間際やったと思う、ね、まあまあこの界隈で手紙渡されて、うわで、ふふふわと思って、うん、ほーってほんでもうったやん、この一人になったタイミングで、なんでそんなお前 R2D2 みたいなあ、来たーってなって、うん、で一人になったタイミングでこっそり見たんよ、うん、ほんならあのみんなが写ってる全体写真、うん、あ違う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 、アホアホがクソがよ、ただ写真を配ってくれる子やった、クソがクソが、分かれよさせよこういう時、であんな可愛らしい封筒に入れんねん、いや入れんねんさせよ な, なあ全然関係ないけどさ、うん、俺飛行機乗っててさ、うん、シチュワーデスさんがな、うん、くれたよ手紙を、えそう寝てたら起こしてきて、うん、いつもありがとうございますみたいなんで手紙もうてさ、うん、これはあの芸能人のやつやって思って俺もついに芸能人の仲間入りや思ってうわっもう降りてすぐトイレ行ってその場であげる、その場はあまあまあありがとうございますって、いや俺もそうやったもん、早く帰りたいってでもう空港降りてすぐ便所行って、うん、そうであのうんこの方バン入ってでやったと思って開けたらマスクやったお前よってマスクかで手紙で、いつも応援しておりますっていう、うんこれからも頑張ってくださいみたいな、うん、違う違うマスクか意味を分かってないね女って分かってないな、その辺の意図を組んでくれへん、腹なら分かっててやってる可能性あるよな、モテ遊んでる可能性はある、マスクなんか渡さんでええもんいやそう手紙なんか直では手紙じゃないもうなあ写真なんかこれ写真やねんでええやん、いいねなあ写真って言えばいいのに言えばええのにいいもんしょらんあったね、高校はそうか一緒やもんな、ここ一緒やったもんな、あ小学校のさ卒業式の帰り、うん、なんか親と連れとなんかうろうろせんかった、一緒に帰らなかみたいな乗りなかった、覚えてねえな、一緒に帰ってはない気がする、俺みんな親とはみんなと一緒に帰ってさ、うん、でみんなの親もおるやん、うんうんうん、でなんかみんなと帰り道写真撮った気があんのよ、おーで家近い順からまた中学で会おうみたいな、うん、あの写真誰が持ってんのやろなそういや一回も見たことないよそうやな、もう会わんもんね、みんなで肩組んだりして撮ってんけどな、なあ高校お前んとこ変形学年おった中学、いいよ卒業式なんか変形ではないな、ちょっと短いみたいなのおったかもしれない、あ短乱にしてみたいな、そこまではおらん、ああ刺繍ブワーン入ってるとかおらんかったんや、というか着てけえへんが多かった、あなるほどな、もう、うん、もう一個上な、もう一個上やもうパーカー、ああもう一個上行ってたんやもうええねんっていうあっちね、高校は特に何もなかったな、高校は俺あれがあったわ、その俺高校の3年生の時に、うん、の4月に軟式野球部に入ったんや、ああせやせやせや、1年だけ入っとけ、1年だけ入っとけ、あったなお前、で3年4月に軟式野球部入って8月に引退すんね、うん短いからな、うん、でまあまあまあその先生と顧問の先生とえらい仲良くて、姫ちゃんやろ、姫ちゃん、姫ちゃんのその人の職員室とかも行って、うん、社会科のな、よう喋っててんけど、で卒業式の日に姫ちゃんが、うん、小林ちょっと後で職員室来いって言って、卒業式これは感動的なやつやと思って、ああで行ったら、うん、お前まだユニフォーム代払ってへんな逃げられんね姫ちゃん、逃がしてくれ姫ちゃんは、1万7000円ええ金よ、買うなユニフォーム、お前もう8月で引退ねんから1万7000円買わんでええやろ体操服で出ろ大会なんかどうでもええやろ、あれ冷めたなマジで、高校の卒業式のあと何したっけ、なんか屋上行かんかったっけ、それあれ卒業式の日や、朝や、朝か、朝俺がチャリンコ行ってて、ああなんか上から視線感じんな思って上見たら小林が手振ってたよって屋上入られるのにどうやって入ったの、そうそう屋上初めて入ってん確か、そうえなんでってお前と拓司とか連れがああったああったえっていうやっぱ気づくもんやな、さっきみたいなで屋根に体育館シューズ捨てたんや、あしゃあしゃあ、あったあったあった、うん、校舎の屋根に、あの校舎なくなったからな、あそうか、そうやあの校舎取り壊しよはあ。なんかうろうろしたよな、うろうろしたっけ、あれ卒業前やったっけ、なんか普段入ったことないとこ行こうみたいなんで壁と壁の間とか行ってたよみんななんか言ってたわここまだ通ったことないな言ってた、言ってそれ全部通ろう言ってたわ、そうそうそう、あの写真もどこ行ったのな。なんか映るんですよ撮ってたけど。なくなったな。卒業式の後って何したっけ。あと何したっけ。
何したっけな。卒業式の時になんか浦野先生、松並先生っていう、うん、あのほんまにヤクザみたいななあ、うんうん、ここまで反り込み入ってるでこんなでかいレイバンのなグラサンしてるスーパーヤクザ先生が、うん、卒業式どうすんねんみたいなんで、うんうん、ああ最後あれか親の方向いて一礼とかするか、うん、みたいな、お前らお前そんな迷惑かけないからするかっていう、あのなんか集会みたいなのあの朝礼かなんか で、うん、で どうすんねんお前らみたいなんで、みんな無視やそんなあんま言いたくないから、で俺あれ当てられて、お前トマヤスどう思うみたいなんで俺マジで覚えてるのが、うん、いや別にいらんちゃいますっていうそんなん言ってたっけ、そう別にいらんのちゃいますっていうえそれなんて言われあそうか傷吸い取れそうや、ね、今考えたらそうやね、うん、松並先生言う通りやね、うん、それぐらいしたらよかったよね、うん、親の方向いて、うん、義務教育 もう以上のことをやってくれて、うん、でみんなほぼ就職やから、うん、もう学校なんか終わりやから、うん、わありがとうございますぐらい言うたらよかったけど、やっぱお前も何も言わんかったよどうすんねんみたいな時にてか親なんか来てたかな、いや親来ててん確か来てた来てた後ろ来てたと思う、うん、多分俺は来てないな多分、お前のおかん来てないんだっけ、来てないと思う、わしのおかん多分来てたと思う、なんか頭下げみたいに言ったけどなみんなで騒音しやったな、そう下げたらええねんけどなやっぱ嫌やもんな、いや嫌なんやろ18は、うん、卒業アルバム作ったんよ、あ作ったお前もおったよな、おった、うん、一緒にやったよ、なんか一人のこの写真をいっぱい置いて、しげな、しげ、うん、ね、の写真だらけにしようぜみたいなしてて、うん、でうわおもろいんちゃんってやってて、うん、でいざ完成したの見たら、うん、俺らのクラスだけスカスカやったの、スカスカやそう隙間だらけやろ、隙間だらけやった、であれやでお前しげ増やしたしてる、俺え俺が一枚の写真でしげが二人おるしげの顔をしげの顔くり抜いて全然ちゃやつをしげにしてシゲが2人おるって言うしシゲだなんかあのとんでもなくスカート短い女おったやん、あのブスのよそのクラス2年の女、 あいついじって貼ってたやん、貼ってた、あれむっちゃ怒っとったなんかいじってるらしいやんやってあの女のあれ好きな男のタイプしてる、あ知らんわ、好きな男のタイプニッカポッカって感じニッカポッカって何っこいいもっとあるやろっていう、下の膨らみに行くんやなっていうの、ニッカポッカなんや、あはあ、記念になることをしたっていうね、寄せ書きなんかしたっけ、寄せ書きしてないんじゃん高校の時ってだったかな、小中は俺して覚えてんねん、あの最後のページやろ、 あれは覚えてんねん、またなって書いてたまたなが多かったね、バイビーとな、バイビーってなんか言ってたな、言ってた、バイビーとかまたなとか高校なってもよろしくねとか、うん、携帯買ったら連絡しよう待ったわ、そういや、ギリギリ携帯広まってた時やから、そうや、まだだってあの家の電話番号とか全部書いてたよな、しゃあしゃあ、あったあったあった、連絡も卒業アルバムにお前連絡も回したことある、え、あると思う、あるやん部活でさ、うん、で雨降ったら中止みたいな、で朝電話かかってくるやん、うん、だからまあ6時半には起きとけみたいなんでさ、うん、でわし6時半ぐらいに頑張って起きてさ、うん、頭ボーっとしてて、うん、で俺の前の王ちゃんってやつから、うん、いつも来んねんけど、で王ちゃんから電話かかってきて、友達今日はあれあれあれ言って、うん、あーオッケーオッケー回しとくわ言って電話切った時にあれどっちやっていう今日はあるんかないんかちゃんと聞いてなかったっていう、で次のマチータってやつにあのちょっとあの王ちゃんから電話あってんけど、うん、今日はないっていう場合一か八お前もう一回王ちゃんにかけろよ、いやそれはめんどいからでなかったから助かった、勝負に勝ってんあれマジの鈍いチェンジマジで大勝負で勝ったわ、危なかったあれねえ、寄せ書きしてたお前小中、寄せ書きはあったと思う、してるよな、してると思うな、見返すことないよなあれ、あでもあんま書いてて、そっか、おのおのなんやなあれ、しゃ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 、俺多分あんま書かれてないな、あそう、うん、なんか 4,5 人やった気がする、なんかでもじゃあその関わりのやつ来て書かへん、ああだからその関わりないやつ来て書くところからも外れてた気がする、わしはなんか全然知らんやつも
書いてもってなんか嬉しかったの、うん、あ、うん、あありがとうなっていう助かるわっていう何が助かんねやろな、うん、なんか分からんけどなまたなとか書いてくれてあまたなって書いてくれて嬉しいねえ中学もなんか書いてた気すんねんけどな中学うん覚えてないな覚えてないな中学なあ高校はマジで書いてないやろ多分書いてないでしょないよな書く欄すらなかった気がするたいやあるんじゃないあったんかな一応分からへんけどなあ高校覚えてないなあとあれなアルバムであの空からの学校の写真とか写ってるやん、うんうんうんこれであの時代の流れを感じるっていうねあ昔ここ田んぼやったんやっていう今マンションなってあるけどだいぶ前の写真やからそう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 あれ文集とか書いてたお前卒業文集あ書いてたあれ何書いた将来の夢将来の夢とかじゃなかったな俺自分の6年間の思い出とかあの、うん、なんかハゲって呼ぶなみたいな書いてたとあ坊主ですっていうあお前もうちっちゃい時から坊主やったんやあ違う元坊主みたいな感じだったかな、はあうん、ハゲじゃなくて元坊主ですみたいな内容を、はあ、あの400字ギチギチに書いてたもうつら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 恨み節書いてたんやいや昔でもそうよな小学生って坊主のことハゲって言うてそれめっちゃ嫌がるよなうんあ別に嫌ではなかったなんか怒ってたわ私の連れのやつも坊主のやつみんなにハゲって言われて、うん、ブチ切れてたわお母さんがするからや言ってやっぱ中学になって荒れてたわそいつちょっとヤンキーになってたわ、わしなあの一緒に遊んでた連れのやつが、うん、ちょっと暴力的なやつやっておあそいつがあのバンって蹴ってきてお前です、うん、将来お前オリンピック選手一緒になろうやって言われて俺嫌やけど分かったって言っていいよって言って確か卒業文集オリンピック選手になるみたいな書いてるわ何にもスポーツできへんのに今はどうなってるか分からんのかそいつ、うん、そいつこの前そうあや Twitter で見っけたけどああそううんなんかそんなにパッと跳ねてなかったわ人生に悩んでたわまあ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 、まあうん、目指してたかどうかやくないけどそうまあ中学の時点では目指してなかったうん、うん、フォークシンガーみたいになってたあそうなんや、はあ、うん、あ思い出した俺小学校の卒業式完全に思い出したわなんやちょっとこれは分からんけど、うん、あの要はペットボトル爆弾っていうのをほん作って遊んでたんやみんなで殺傷能力あんのそれはないと思ってたけど思いのほかあるほんペットボトルにドライアイスを入れて水ちょっと入れて蓋して放置する危ない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 それを公園とかでやっててほんでもう最後やし教室でやろうってなってあ怖っでほんますごい爆発すんのよバジャーンってなるバグワーンってなんねんほんで、ちゃんと天井に穴が開いてすげえでえ、どうなったのえ、だからもう先生が駆けつけるなんのだよ言ってなんのだって駆けつけてくるからほんまに漫画みたいに掃除箱に隠れてえ、逃げ切れたそれは他のやつ何人かおってんけどそれたらみんな逃げて俺掃除箱にやってもうたってどうしよう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 ってなってまあ結局捕まったけどあ捕まるのかさすがに捕まるかいやなんか爆発してましたね無理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 あれ異常に楽しかったなおーやったな卒業式卒なんかよくやっててんで、はあはあ、卒業式の時に初めて室内もう最後やからやったのかっていうやつなあなかなか飛ばしたな絶対、ま、真似しないように、うん、先生のサプライズなんかないやろ先生のサプライズはまあユニフォーム代やなユニフォーム代先生からだろあそうやな先生からのサプライズやそれは先生のサプライズはないなないよなそんな学校あんのかそもそもわし GTO 的な学校あ18年やったけど学生、うん、18年もやってないわあ、そうか18年もやってないか、まあ、なんでも13年か、うん、あ13年もないわ12年か小中高やから6、3、3、12年あ1回もなかったのその先生に何かをするって何かをするはないななあないよな先生ないなありがとうみたいなうん、うん別に思ってはいたけどああまあ先生ありがとうとは思うけど、うん、何かになあうん送る言葉みたいなのありました先生から
多分なんかいつも言うてるんで記憶に残ってないですね。なんか言わはんねんなずっと。ああ、うん、響いてはないんかな。あでも小6の時に先生、学校の先生があの教室のテレビ、うん、ちょっと今日使うわ言って、でビデオデッキもあったから、うん、ちょっと今日はこのビデオ見ます言って、うん、耳をすばせば流して、うん、みんなに見せられて、で終わった後に、うん、あなたたちは、中学になったらこういうのが始まりますっていう、これが青春ですって。何にもならんかった。何にもならんかった。始まらんかったか。めちゃめちゃ芋臭い童貞の感じ。でっかいメガネして親に散髪してもらってる。小学校の先生が、うん、卒業式で歌を歌う、うん、旅立ちの日にやったかな。ああ、このほらに今今のやつ。の練習をするみたいなのがあって、うん、でみんな集まって練習して、うん、男子はこのパートみたいなあるあるでやってて、一人のちょっと怖い先生が、うん、ちょっと止まってはっきり言って、うん、下手くそって言われたのがめっちゃ傷ついた。言わんでよく言わんで頑張ろうでな。なんでそんなん言うねんと思って。やっぱあれじゃ叩いて叩いて強くするタイプなんじゃない。あまあそうか、そうなんじゃない。あったな、歌とかも歌わされたな。なあ、え、旅立ちの日に、旅立ちの日やった。俺ら旅立ちの日よな。中学が確かなあれやってん、あの川島愛の曲やった。あ、俺あれやわ、中学の時メタリカのセイントアンガーやったわ、みんなで。みんなでセイントアンガー歌ってたわ。ほんまに、うん、ほんまに。セイアンガー言ってたわ。フェネハーフェネハーって言ってたよ。合唱、うん、先生ドラム叩いてた。メタリカか、メタリカやったね。高校何歌ったっけ。高校も旅立ちの日にじゃない、やったっけ。校歌歌ったよな多分。高校の校歌なんて覚えてないな。そうね、ここで聞いて。そうやわ、うん、あこんなんやったんやみたいな、うん、やったよな確か。装置は覚えてたんやけど高校流さんかったもんな。高校、うん、歌うことないなあ。ここで多分初めて聞いたよ、卒業式で。効果歌ったっけ。歌ってない多分。ああ聞いてる。多分神もうたけど知らんから。誰も知らんから。多分入学式と卒業式しか流れへんかったよ。あそうやな、うんうん、甲子園強なかったらそうなるよな。そうそう。悲しいよな。悲しい。あれ卒業式じゃないか、なんか黒板に真心集合みたいなの書いてた、うん、あーあれは文化祭、あれ文化祭か、あれ文化祭、あれ文化祭か。真心集合っていうのあるんすよ、うん、まあまあ、真心ね、向かいがジャパンでね、向かいが、朝行ったらゲボまみれ。みんなあそこでゲボ吐くから。卒業式のあと何してたよな。何したっけな。前は卒業式前1週間前とかは、うん、みんなあの吉田とか、うん、柊也とかと、うん、いやちょっと待ってくれっていう、なんか喋って、ちょっとちょっと待って、ええ高校あんのほんまに。え嘘やろって言ったな。いやいやそんなことないってって言って、またなんかわーって遊んで、あちょっと待って、やばえもう一回確認するけど高校あんの。これめっちゃやったな。やってたよ。であいつだけ卒業できんかった。そうや、あいつだけ。あいつだけ通信して単位足らんかって。え俺中卒って。あいつ単位足らんかってちゃんと。あったね。何してたよな。まあ休みが終わった、したかな。そう休み多かったやん、すぐ終わったりとか、うん、もう授業ないから、うんうんうん、ようサッカーしてたね。サッカーせんかった卒業式の後してないかな、さすがに。あじゃあせんかったで、せんかったんか。機械科のやつが待ってたんよ。ああそうそう、俺らようお昼やってたんですよ、機械科のやつらとサッカーやってて、うんうん、で卒業式の後確か俺らどっか行ってん、遊びに行ったんかな。で後から聞いたら、うん、機械科のやつがグラウンドでボール待ってた言うて。えまだ今ももうおらん、もうおらん。もうおらんのか。みんなもうお父さんお母さんなってる。へそうね、俺はどこ行ったやろな、あの後どこ行った。中尾は行ってるよな、さすがに。中尾は行ってる。ってことは VIP も行ってるやろ。 VIP まだあったな、うん、あったもんな。ゲーセンも行ってるわ。あそれは多分そうやわ。じゃあ中尾 VIP やで、三国書店行って本読んで、三国書店で行って本読んでんのが。で蔦屋行って、うん、DVD 見て、えバリおもんないよ、床は家具でのウォーターベッドで寝るんやろ。ちょバリおもんないって。いつも通り過ぎるやん。あまあ中尾やな、中尾行ってんのか、行ってると思う。そうか、うん、卒業式の前なんか何してたんやろな。
何してたマジでサッカーかでもサッカーはようしてたな時間あったもんなあ別に進学もせんし、うん、みんな暇やからそうやな あったね卒アル卒アル見返すいやだから俺ないねんてあそうか捨ててもらえないあんたお母さん捨てたやろ捨てられたもういらんやろじゃあもらった時点でいらんねん確かにな見えひんな卒アル見返すことないねたまにでもさ、うん、資料で送ってくれみたいなあるあるあるなんか舞台で使うとかで、うん、やっぱ見直すとさ、うん、ほんま刑務所みたいやったなわしも坊主やってで作業服着てね、砂場掘ってたりして、ね、下埋めてんのかって鋳造の砂で鋳造あとみんなずらーっと並んだ集合写真みたいな、うん、クラスのやっぱみんなちょっとちゃんとあかん顔してるもんなもうダメやんこいつらっていうあれはでもみんなそうなるんじゃんそうなんだいやいやあの写真まともなやついや違う花がなさすぎんねんってやっぱ工業高校の一番アホのクラスやったからそうかあやっぱキャピキャピしてなかったからあうん3分の1は歯巻き切れたやろ高校生なのにあ不思議なもんでさカレーが好きやったカレー好きやしね、鉄粉あ鉄粉浴びてるしあ、うん、こんなもんじゃないですかね、うん卒業生に一言お願いします、ね、えよいしょ聞いてるね、OK ねえすごいすごいねすごいターキャすごいなんてターキャすごいね東京すごいねターキャすごいですねなんてすごいね。ね。ね、うん。ちょっとね。うん、この前ね。うん、の無人島にね、うん。冒険してきたんよ。すごい。日本。日本日本。日本で無人島なんかあんねん。あんねん。はい。もうすごいよそこ。何？もう人を寄せつけない。ほう。絶海の孤島。いや。うん。すげえ。そこに俺足踏み入れて。いや。ワクワクしてきたね、うん、いいねワクワクしてきた集まってきたなもう行ったらさ、うん、大自然圧倒的や大自然です、うんうん、そう、うん、そうや一個後にやってもらったなすごい自然やね、うん、でもう舐めてたなほう、うん、あこれは生活できん、うん、自然にはかなんな、うん、人はそうやねでどうしていいかわからんからさ下手ぐだ死ぬからねそうやろ、うん、あの早速現地の人に話を聞いたわけよあれ人いてるやんおいおいおるやないけおいなんやこいつあんたもう観光客かい観光地ないえ冒険者です観光客やってお前おい冒険者なるわなわけわからん、うん、ちょっと話ならんなこのじじいお前やお前やってお前が話ならんねんおい全然伝われへん思って意味わからんねんお前でもとりあえずもう掘ってぐいぐい進んでったんよ島の奥へあ島入ってったんやうん、はあ、なんもう舗装された道やからガンガン進めん道あんねやおい観光地やないでガンガン進めんな橋まで行ってもうてはあ島の反対側島の反対側のビーチに出てあ砂浜出たんや砂浜どうなの厳しい波波は厳しいのかいやもう思ってたんと全然ちゃうんよなんやゴミがいっぱい落ちてんの思ったんちゃうねんおう、うん、何それジーマの空き瓶とかハイネケンの瓶とかえらいチャラいゴミいっぱい落ちててゴミチャラいねで音ガンガン流れてんのよ音が流れてる、うん、で若者がなもういっぱいおんねん、うん、いっぱいおんの人がいっぱいおんねんもう無人島やろ1000人ぐらいおってむっちゃおんなおいフェスちゃうんけなんかその日はさヒップホップジャパンっていうのやってたフェスやないかお前フェスやってるやないけはぁってなってなあ思ってたんと全然ちゃうって全然ちゃうなレゲエ聴きたかったのに何や思ってお前もおいヒップホップか何しに行ってんな言うてた俺若者に絡まれてさうーわ最悪うぇいハゲー言われてかな雑いなもう若いやつはなんなんやお前はかなんの冒険者ですハゲやお前はもうお前もうハゲやうわー冒険者やってマジウケるかなんかなんなもうやっぱな俺もな、うん、お笑いを10年ぐらいやってるからさないことやってんな、うん、こういうとこで確実にウケてくんねんウケてないねあウケてないちゃうねん、うん、ちょけられてんねんお前地形ついてんやめられてんねんてでちょっともう調子乗ってるからかましたろ思っておやめとけお前行ったったんやあやめとけよお前おい冒険者あるある言いますおやめとけお前やめとけあかんあかんぞおいやめとけて行ったったんいけんのか服めっちゃ汚い薄いや薄いってティッシュやないかお前無理無理なんやそれなんやそれティッシュやないかティッシュやでよ俺が言うてるわえ冒険者あるある大丈夫かお前ヒップホップ聞いてるガキお前キノコは水分補給に使えマジモンちゃうんけおいおいサイに火は効かないマジモンやぞおい
海水は肛門から吸収すれば無害。聞いたことない、何それ百科事典、何それ。まあ互角やな、いやもう大負けやって、お前まあお前もやるなみたいになって、ええらい仲良なって、よう慣れたな仲良。ほんなそいつがとんでもないこと言い出してん。なんじゃい、この島は無人島ではない。せやねん、ちゃうねんって、叙述トリックやねん。どこがやねんお前、おい花から騙されててん。何覚えてる、俺最初行った時にさ、 おっちゃんに話しかけて喋ってんのお前、お無人島じゃなくて、ね、観光地やねんここで、無人島は隣の島ですよ言うて、隣ですねな、だから俺はその日とりあえずホテル泊まって、ホテルあんねんな、もう観光地や、うん、ニュー淡路泊まって、あじゃあ淡路島やったんやな、えらい近所やったね。ニュー淡路で次の日その隣の島行って、は行ったんや、なんか本物は全然ちゃうわ、暗いもんならんかった、もう自然がすごすぎて、これ人は無力や、自然の前で入ることもできへんな、キャー、でもどうしてええからわからんからさ、早速あの現地の人に話して、あもういいです。どうも金属バットです。